この夢と願いの力を存分に使ってください。二人とも待っていた。うわ、思ってたより人がいるな。あ、クレイにガイアまで。パイモンちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんだったんだ。久しぶりだね。ほう、お前らだったのか。参ったな。なんというか、お前らはいつも予想外のサプライズを持ってきてくれるからな。ひひ、仲良しの友達に会えるって思うと楽しみでノックしそびれちゃったぜ。びっくりさせたか。あ、お前たちまさか聞かれたらまずい秘密の話とかをしてたわけじゃないよな。お前に案内してもらう必要がどこにあるんだよ。本当に久しぶりだ。パイモンと旅人は相変わらず仲がいいな。心配するな。機密の話をしていたわけじゃない。むしろ、ちょうど君たちの話をしていたところだ。そうだな。この件の主役に話してもらおうか。うん。クレイが話すね。何日か前ね、クレイは反省室で、ドドコの物語を読んでたんだけど、そしたら窓の外から手紙が一通飛んできたの。手紙？手紙がどうやって飛ぶんだよ。小鳥みたいに羽をパタパタさせて飛んできたんだよ。おしゃべりもできたんだから。それでね、よくわからないお話をしてたの。よくわからない話？反省室がどうのこうのって話みたいにか？こら、ガイア。おっと、教育的指導は大事だぜ。うん、わかった。ちゃんと話すね。手紙はこう始まったの。クレイ、なんでまた反省室にいるの？って。ごめんなさい。それから、ママは最近忙しくて、なかなか遊びに連れて行ってあげられないけど、ママのお友達がね、クレイをぜひお家に招待したいんだって。って、書いてあったの。ああ、アリスからだったのか。それが、一応危険はないはずなんだが、少し遠い場所にあって。うん、ママのお友達のお家はスメールにあるの。
もちろん騎士団はクレイを一人でスメールまで行かせられやしない。でもその友人を訪ねたいっていうクレイの意志もなかなか固くてな。絶対行くよ。そこで一緒に遠出してくれる人がいないか考えてたってわけだ。もし頼りになる英雄が、それもモンドを救ったことがあるような英雄がついていってくれれば。なるほどな。それでオイラたちを呼んだってわけか。すまない。でもクレイは君と仲がいいし、一番適切な人選なんじゃないかと私たちは考えている。うんうん、いいぞ。この依頼受けてやろうぜ。英雄騎士のお姉ちゃん、いい？やったー。英雄騎士のお姉ちゃんがいてくれるんだったらどこへ行ったって怖くないよ。ほらな、応じてくれるって言っただろう。それじゃああとはみんな頼りになる旅人に任せて。ガイア、君も一緒に行ってきてくれ。この間から貯めていた書類はもうこっそり終わらせたんだろう。君もこの機会にゆっくり羽を伸ばしてくるといい。やれやれ、バレてたか。なら断る理由もなくなっちまったな。ガイアがいてくれるならトラブルにあっても安心だよな。でもスメールってまたまた遠いな。いっぱい歩かないと。大丈夫、ママの手紙には不思議な招待状もついてたの。大声で行きたい場所をみんなで一緒に叫んだら瞬く間にビューンって飛んでいけるって手紙には書いてあったよ。おお、そんなに便利な道具があるのか。でもチャンスは3回しかないからむやみに使っちゃダメなんだよ。なんだよ、行き帰りの2回を抜いたってまだ1回余ってるだろう。そんな不思議なものをなおさら大切に使うべきだろう。何しろ今は目的地もわからないんだ。向こうに着いたら別の危険があるってことも考えられる。一つ俺に考えがある。旅人、お前の人脈ならスメールの地理にも詳しい現地の友人がいるだろう。その人のそばに飛ぶんだ。そしたら不思議な招待状の機能も試せるし、その人に案内してもらうことだってできる。確かに一理あるな。どうせ一回余ってるわけだしちょうどいいぜ。それで賢いパイモンは誰か思いつくか。ひひ、いそうだな。スメールに詳しくてガイドもできるやつってなるとレンジャーが良さそうだな。で、レンジャーが普段よくいる場所は、うん、ティナリにも手伝ってもらえるかもだよな。よし、じゃあまずはガンダルバー村へ行こう。うん、クレイはどこへ行くのでも楽しいよ。それにクレイはガイアお兄ちゃんと英雄騎士のお姉ちゃんたちを信じてる。それじゃあ代理団長、行ってくるぜ。風の導くままに、君たちの旅がうまくいくよう祈っている。それからクレイ。わかってるって。クレイ気をつけるかな。よーし、出発だ。目指すはガンダルバー村。ガンダルバー村。ガンバルダー村。おい、今何村って。おい、ところに転送されちゃうんじゃないかと思ってビビったぞ。ごめんね、わざとじゃないよ。そりゃ分かってるけど、でも不思議な招待状が本当に機能するなんてな。
面白い。本当に一瞬でスメールに到着したのか。ここがママのお友達が住んでるところなんだね。大きなお花がたくさんある。それからぴょんぴょん跳ねるキノコも。スメールにはまだまだ不思議なものがたくさんあるぞ。例えば、え、そんなのあったか。っておい、まさかオイラのことじゃないだろうな。クレイ、この跳ねるキノコはキノコンって言うんだ。見た目は可愛いが、不用意に近づいたらわざと帽子をぶつけてくるぞ。本当？じゃあクレイも帽子をぶつけ返す。クレイは頭の帽子とは別にパーカーにも帽子がついてるからきっと勝てるよ。少なくとも爆弾よりは帽子の方がだいぶマシか。まあオイラたちは仲良しだから、きっとクレイが爆弾を使わないように止められるよな。うん、爆弾で周りのものを爆発させないよう気をつける。できるだけ。本当か？いい子じゃないか。クレイも大人になったな。うん、クレイはお利口さんの火花騎士だもん。じゃあお利口さんの火花騎士さん、早速ディナリっていう友達に会いにガンダルバー村へ行こうぜ。見ろ、クレイだ。あれ、エウラーもいるぞ。なんでエウラーがガンダルバー村にいるんだ。全部丸見えね。そういう服装のやつのことなら、確かに他のレンジャーから聞いたことがある。そう、やっぱり私の推測は間違っていなかったみたいね。あれ、旅人パイモン、ガイアさんと、それにクレイまで。クレイのお姉ちゃん久しぶり。クレイにエウラー、お前たちなんでここに。特にエウラーに聞きたいんだけど。遠出してきたらバカンス中の遊撃小隊隊長にばったり会うとは奇遇だな。どうしてみんなが来るの。今困った顔しなかったか。うんうん、そうだな、行こうぜ。私に気を使ってそこまでしてくれる必要はないわ。勘違いしないで、気まずくなんか感じてないから。だったらいいんだけど。それならよかったぜ。はるばるスメールまで来たからにはきっと興味深い理由があるんだろう。早く俺たちにも教えてくれよ。ちょっと複雑な話になるけど、簡単に言うと私はいとこを探しているの。少し前、彼は突然失踪してしまった。彼の家の調査結果から見るに、彼はローレンス家を再興する方法を探しにスメールまで来たらしいわ。はるばる別の国まで方法を探しに。まさかスメールで勉強でもするつもりなのか。それはないと思うわ。彼はもう基礎教育を受ける年をとうに過ぎているもの。もう一段階上の勉学となると、あくまで私の彼に対する印象だけど、その気はないと思うわ。彼は家族の名誉を何よりも大事に思っている。最高という考え方は間違ってるとは言えないけど、どこまでそれに執着しているのか、トラブルに発展しないかどうかまではわからない。どちらにせよ放っておけないわ。それが事実なんだったら、お前のそのいとこってローレンス家の大した行動派だよな。モンドからスメールまでの道のりって結構大変なんだぞ。その上
私に身の安全まで心配させるなんて、いい度胸をしてるわ。ひひ、エウルアって優しいな。そうだよ、エウルアお姉ちゃんはこの前クレイにムーンパイをごちそうしてくれたの。彼は同じ一族のものだもの。とにかくどうにか見つけて身の安全を確保した上で連れて帰るわ。君たちはどうして急にここに現れたの？そうだったのか、困ったな。ティナリ師匠は最近パルディスディアイで講座をやってるんだ。でも私でよければちょっとは手伝えるかも。この招待状にざっくり書いてある位置だと、砂漠の…砂漠？あれ？ママのお友達って砂漠に住んでるの？じゃあ砂漠のおばちゃん？セノ様から聞いたことがあるんだけど、その砂漠のエリアでは妙な伝説が語り継がれてて、全ての願いを叶えてくれる秘境が存在するんだって。ああ、セノさんだったな。さん付けでいいって言われたんだった。慣れていかないと。全ての願いを叶えてくれる秘境、本当なのかよ。そんなところが実際に存在するのか。数年前の私だったら信じちゃってただろうけど、今はいろいろ経験したから、正直本当かどうかは怪しいと思ってるよ。なるほど。伝説が本当だとは限らないけど、彼はもしかするとそこへ運試しに行ったのかもしれないわね。君たちがそのエリアに行くなら私も一緒に行くわ。いとこの本棚にはスメールの砂漠に関する伝説がたくさん置いてあったの。その線から考えると彼もその秘境を目指した可能性が高いわ。私も一緒に行っていいかな。役に立てると思うんだ。スメールにいる限りはガイドが必要だろうし、私ならぴったりだと思うよ。レンジャーなら勇気を出して助けの手を差し伸べるべきだと思うんだ。コレイの能力なら安心できる。これでまたさらに強いチームになったな。クレイ隊長はどう思う？クレイもすっごくいいと思う。一人の喜びは小さなものだけど、みんなの喜びを集めれば大きなものになるって物語の本に書いてあったな。こんなにたくさんのお兄ちゃんやお姉ちゃんたちと一緒にいるクレイを見たら、ママのお友達もきっと喜んでくれると思う。その通りだな。それじゃあ早速不思議な招待状をもう一回使おう。わあ、広い砂漠。実際にこの目で見るとすごいな。確かに壮観だな。どうした？具合でも悪いのか？いえ、ただちょっと慣れるのに時間がかかっただけ。ここの空気はモンドと比べて少し乾燥しているから、ここは人が住めるような環境には見えないわ。本当に秘境があるとしても、この辺りには入り口も見当たらないようだけど。まさかさっき、私が読み間違えちゃって、そのせいで。そんなことないよな。違うよ、絶対クレイお姉ちゃんのせいなんかじゃない。1回目の時はクレイも読み間違えたけど、それでもちゃんとガンダルバー村に着いたもん。これまでの経験からすると目的地は間違ってないようだな。砂丘の下に入り口が埋もれたりしてないか。仕方ない、
探してみるしかないわね。疲れたぞ。喉も渇いたし。おかしいな。不思議な招待状に何か問題でも起こったか？あれ？そんな、まさかクレイが壊したんじゃないよね。でもクレイ何もしてないんだけどな。ドドコが証人になってくれるよ。きっとクレイのせいじゃないと思うよ。だってほら、この髪シワもついてないし。ん？栄誉騎士のお姉ちゃん、何かいい方法を思いついた？あ、おいら分かったぞ。ほう、なかなか面白い考え方だな。不思議な招待状もここにあることだし、招待状を出した秘境も必然的にこれと関係があるはずだ。ああ、クレイ分かった。クレイ、とっておきの技があるよ。へえ、どんな技？私たちも覚えられるかしら。うん、ママが言ってたな。助けが必要な時はこうして大声で叫んでって。不思議な招待状さん、不思議な招待状さん、クレイは助けが必要なの。なんとかして。あ、おい見ろ、本当に何か飛んできたぞ。え、あれは瓶？どうやら効果があったみたいだな。俺もその技を覚えておくとしよう。お前もどうだ？結構よ。私には向いてないわ。瓶って言うとスメールの伝説にはおなじみのアイテムだよな。まさかこれが秘境の入り口なのか？瓶の中にある秘境か。リーユエならありそうだけどな。本当にそうなんだったら入る方法は一つしかないよな。ほら、手を出せよ。本当に秘境の中に入っちゃったぞ。あっちに道があるよ。クレイ行ってくる。おやおや、こりゃお兄ちゃんもお姉ちゃんも置いてかれちまうな。ねえ見て、ここに広い綺麗なお庭があるよ。不思議ね、あんなに小さな瓶だったのに。みんな、ここで少し休憩を取りがてら現状を分析してこれからどうするかを決めましょう。そういえば、魔瓶の物語を知ってるやつはいるか？あ、キングデシェレトと瓶にいるジンニーの話か。全部の単語が分かったわけじゃないけど読んだことあるぞ。ガイアお兄ちゃん、それってどんな物語なの？昔ね、冒険隊が瓶の国で冒険するってお話をママから聞いたことがあるの。でもそれは魔瓶って名前じゃなくて。ああ、ゆっくりクレイに教えてあげてもいいぞ。だがクレイが一人でどんどん先に進んでしまったら半分しか聞けないかもしれないな。わかった。クレイもちゃんとみんなと一緒に歩くよ。クレイ、君もなんとなく違和感を覚えてるんでしょ？うん。ここは眺めがいいけど、やけに静かだ。それにクレイのお母さんの友達だって人も出てこないし。砂漠のおばちゃんは奥に住んでるのかな？きっとフィッシュロー姉ちゃんの夕夜浄土みたいにお部屋がすっごく広いのかも。もしかして
今クレイたちがいる場所はまだ一番端っこだったりして。仕方ない、とにかく奥へ進んでみよう。この先で会えるかもしれないしな。急がなくてもいいのよ。よし、この道はもう長いこと誰も通ってなかったみたいね。そうだな、奥に行けば行くほど思ってたよりもずっと広いのがわかるよ。あれ、この先に何か変なものがあるぞ。行ってみようぜ。水の球体だぞ。触るとどんな感じなの？ねえねえ、触ってもいい？ひひ、これだけ大きければ中に入れそうだな。ふい、怖いぞ。なんで急に脅かすんだよ。とりあえずは触らない方がいいと思うわ。この場所についてまだ詳しく分かってないんだから。でも何もしないでいたら何も起こりっこないじゃないか。ほう、これは瓶の魔境を維持するコアなのかもしれないな。ひとたび起動すればこの空間は元の瓶の大きさに戻り、閉じ込められた俺たちは。わかったわかった、触らない、触らなきゃいいんだろ。グアイア、お兄ちゃん、その話本当なの？もちろん本当なんかじゃないさ、クレイ。秘境のコアはきっとすごく大事な場所に隠されているに違いない。例えばあそことかな。うーい、体がすくんで、今の今まであの大きな丸いやつに気づかなかった。誰？そこにいるのは。丸い水の化け物だ。本当に化け物が出た。でも敵意はなさそうだな。それどころか私たちを見て喜んでるように見えないか。本当に？オイラをパックリ飲み込んだりしないか？お腹が空いてるわけじゃないみたい。そうだよね、しずくちゃん。やれやれ、しずくちゃんの言葉は難しいな。モンド城を歩いているとたまに道端で猫と出会えるだろう。お前が歩けばそいつも歩き出す。好奇心に任せてずっとその後をついていけば
たどり着く先は、その通りだ。後について行ってみよう。何か面白いもんが見つかるかもな。この方向だよな。見失ってないか？しずくちゃんはあの洞窟に入ったのか？全部丸見えね。また変な装置があるぞ。それに石の壁も。この装置、さっき見た大きな水の球体とちょっと似てる。ここに連れてきたのは、私たちに何かしてほしいってことなのか？あれ？しずくちゃんのお友達、中に閉じ込められてるの？悲しまないで、しずくちゃん。クレイたちが絶対助けてあげるから。そうだぞ。でも、どうするんだ？まさか、石の壁を壊せってことか？ううん、石の壁は壊せないんだって。扉を開く鍵はないか？しずくちゃんが消えた？でも、代わりに装置が光り始めたわ。ほら、あそこの壁に何かが投影されてる。平面空間に同じ構造の図形がいくつか重なっている。そう、あの子のお友達はその向こうにいるんだよ。でも、どうしたら壁の模様に入れるっていうの？しずくちゃんと同じ方法を使うとか？ねえ、抽象的だな。いや、クレイの言う通りだ。しずくちゃんが鍵として仕掛けを起動してくれたから、後に続く俺たちは装置に触れるだけで中に入れるはずだ。俺たちがこの秘境に入った時と同じさ。そうか。よし、それじゃあみんな心の準備をしろよ。この箱の影のせいじゃないか？一旦出てきてくれよ。石壁の方の箱も一緒に動いたぞ。まで真っ平らだったのに、壁から出てきた途端まん丸になったな。ひひっ、しずくちゃんの友達もやっぱりしずくちゃんだな。二人とも嬉しそうなところまで一緒なんだな。なあ、しずくちゃん2号が行っちゃった。ありがとう。栄誉騎士のお姉ちゃんのおかげで助かったって。さっきは旅人もあの平面空間に入っていたわよね。気分はどう？そう
んな冗談が言えるくらいなら何の問題もないな。ならよかったわ。やっぱりエウルアってなんやかんやで気にかけてくれるよな。それに比べてガイア、お前は提案した張本人のくせに。俺は旅人なら大丈夫だと確信していたからこそ提案したんだぜ。しずくちゃん、ここにはあなたとそのお友達以外に他にも住んでる人がいる？ほら、クレイやお兄ちゃん、お姉ちゃんたちみたいな人。いい知らせがありそうだな。よし、私たちもついて行ってみよう。急がなくてもいいのよ。この建築様式、なんだかこの先には小さな町があるみたいだ。まさかこの秘境の中にはたくさんの住民が住んでるのか。砂漠のおばちゃんも中にいる。イリアさん、おそらく今が最も危険な時です。躊躇する余地はありません。この数日、状況は悪化する一方なのです。あなたも分かっているのでしょう。だとしても。ここの主であるあなたが、この状況に甘んじていていいのですか？私、別にここの主ってわけじゃ。あれ？なんか、一つは聞き覚えのある声だよな。もしこの後に秘境に入ってきた人がここの今にも崩れそうな様子を目にすれば、きっとここは放棄された場所なのだと誤解してしまいます。別の角度から考えてみましょう。もし秘境を完璧な状態に保てたら、ここに足を踏み入れた人々は素晴らしい景色を目にすることでしょう。砂漠の真ん中にいるはずなのに、美しくて不思議な風景を見ることができたと、きっと感動してくれるはずです。ふぅ、クーシさん、おっしゃる通りです。でもここまで来たら思い切って苦境を突破しましょう。最も大事なのは心残りと後悔を残さないことですよ。うわ、そりゃ進んで心残りなんて選ぶ人はいませんから。わかりました。できるだけ逃げないように頑張ります。でもここから巻き返すなら。ヒヒ、オイラはもう分かったぞ。栄誉騎士のお姉ちゃんが違うところで知り合ったいいお姉ちゃん、巫女さん。巫女と魔女ってどんな関係？あなた、どうしてここに？あれ？そっちは新しく入ってきた旅の人たちですか？こんにちは。ここはベルーリア・ミラージュで、私は神教の管理人のイディアです。こんなに荒れたところ、お見せしちゃってすみません。これからは全力で問題を解決していきますので、多分。皆さん、こんにちは。私は…大丈夫、私がまとめて紹介してあげます。まずは挨拶した方がいいかと思ったのですが。でもまあ、お願いしてしまいましょうか。こっちはあなたたちと同じくここを訪れた旅の人で、立派な軍師なんです。あなたたち、稲妻の陰陽寮って聞いたことあります？陰陽…何なんだ？
陰陽寮、それは厳しい陰陽術を訓練するための学校。学級を高、乙、へ、低の4つのレベルに分けて、試験の得点によって式神の力を配分するんです。ちょっと待ってください。この方こそ学校史上まれに見る卒業試合で低学級を率いて高学級に打ち勝った伝説的な人物、人呼んで軍師。そうでしょ、軍師さん。あれ、軍師さん。学校史上まれに見る低学級を率いて、低学級ってなんだ。さっき栄誉騎士のお姉ちゃんが言ってたのと違うね。巫女さんだって話は？これってバラされて修羅場ってやつ。それか、もしかして外で偽名を使ってたら知り合いにばったり会っちゃったとか。ちょっと恥ずかしいような、でもすごいような。やっぱり肩書きっていうのは他の人から聞くのが一番かっこいいのかな。周りに溶け込むために私も自分に肩書きをつけた方がいいのか。軍師というのはあくまで他の方からいただいた賛美に過ぎません。私は三五宮ここみと申します。あれれ、おっと、失礼しました。軍師さん、三五宮さんって呼ぶべきだったかな。構いません、名前など所詮私の存在を言い表すための呼び方でしかありませんから、お好きなように呼んでいただければ。くれ、わかったよ。ママが聞かせてくれたお話と一緒だ。あのね、教えてあげる。物語には瓶の国に入って冒険する人がたくさんいたの。王様って呼ばれる人も騎士って呼ばれる人も。産後の宮お姉ちゃんは物語の中で言うと、すべての難しい問題を解決してくれる、頭のいい人ってなんて言うんだっけ。使者かしら。ああ、軍師っていうのはまさにそういう人物だ。じゃあクレイも軍師って呼ぶよ。軍師のお姉ちゃん。もちろん構いませんよ、可愛い言い方ですね。むしろ私のペンネームよりもずっと可愛いかもしれません。それで皆さんのことはどうお呼びすればいいでしょうか。もちろん忘れてなんかいませんよ。他の皆さんも並々ならぬお方の様子、ぜひ紹介していただけませんか。クレイも肩書きが欲しいな。そうだ、クレイは魔女がいい。ビュンビュン飛べるかな。ガイアお兄ちゃんは大盗賊で、栄誉騎士のお姉ちゃんは騎士。それとパイモンちゃんは騎士の隣にいる妖精。盗賊か。子供の頃はよく海賊ごっこをしてたもんだが、それが今では陸の盗賊になったか。迫力がありそうで悪くない。待って、騎士の枠は埋まっちゃったの？エイウルアお姉ちゃんは全てを切り開く魔剣士だよ。キラキラした素敵なマントを持ってるの。まあそれならいいわ。コレイお姉ちゃんは治癒士かな。治癒士だって大事なポジションだと思う。ただ私にできるのかなって思って。私こっそり自分に当てはめた肩書きは冒険者とか音楽家だったから、治癒士に選ばれるなんて
なんかティナリ師匠みたいかも。クレイを信じて。コレイお姉ちゃんはあんまりいっぱい喋らないけど、すっごく優しいんだよ。まるで物語に出てくる治癒士みたいに。君ならできるわ。少なくとも傷の手当ては得意だったでしょ。いや、一番得意なのはテント張りだって前にも言っただろ。でも全力で頑張るよ。今日は師匠の仕事を受け継ぐ最初の日だ。いいアイデアですね。もし新しい旅の人が入ってきたら、その人にも肩書きを与えましょう。それにそれぞれロールプレイングもしてもらって。イディアお姉ちゃんも。イディアお姉ちゃんは物語にはたくさんの人が出てくるけど、イディアお姉ちゃんみたいなキャラクターはいなかった。別に大丈夫ですよ。私はすでに管理人なわけですし。わかった。イディアお姉ちゃんは物語には出てこなかったマスコットだ。マスコット？クレイ、別のにした方がいいかもしれないぞ。マスコット？つまり何もせずに全てのことを他人に任せられるお気楽なキャラクターってことですか？やば、見透かされたかも。あっちは完全にサボれるかもって夢見てるな。マスコットは軍の士気を高められるとても重要な役ですよ、イディアさん。わかりました、引き受けます。はいはい、新しいお友達を連れてきてくれてありがとう。今はちょっと一人で遊んでてね。ありがとう、しずかちゃん。バイバイ。ん？こいつのことをしずくちゃんって呼んでるんですか？確かにぴったりですね。さっきから話題がそれちまってるけど、イディアは確か何かに悩んでいた様子だったな。ベルーリア・ミラージュに何か問題でも起こったのか？あ、それはついこの間心境が破壊されてしまって、まるで天と地がひっくり返ったみたいな状況なんです。心境全体の運行を支えてたコアのパーツが一部なくなっちゃったせいで、周りのエリアにまで影響が及んじゃってて、今心境の多くのものは止まってしまってます。この間友達の娘さんと遊ぶってそう約束したのに、結局今はこんなことになっちゃって。イディアお姉ちゃんがママのお友達の砂漠のおばちゃんだったのね。これ不思議な招待状を持ってるんだよ。ほらほら、これ見て。待って、あなたは。すごく驚いているみたい。瞳孔が開ききっちゃって。それってダメだよな。ママがここに来るようにってクレイに言ったんだよ。ママは大魔女で、ママのお友達は砂漠に住んでるから、砂漠のおばちゃん。お姉ちゃんのことだよね。そうだったのですね。魔女の子は魔女というわけですか。あなたがアリスさんの心境のコアに隠れたい。そうだ、隠れよう。100年間隠れるんだ。イディアは完全に心をくじかれたみたいだ。まるで希望を失ったキノコみたいに。コレイってそういうツッコミキャラだったの？大丈夫、クレイが手伝うよ。みんなも手伝うから大丈夫。悩みなんてシュボボボーって飛んでっちゃうよ。他のことはともかく、こいつは直すのが大の得意なんだぞ。私はポンコツですけど、立派なみんながいてくれて本当に良かったです。そんなこと言うなよ。
お前だって十分すごいぞ。励ましてくれてありがとう。とりあえずみんなは一旦おしゃべりでもしながら休んでてください。私にも考える時間をください。例えばどう任務を分けるかとか。軍師のお姉ちゃん、栄誉騎士のお姉ちゃんから聞いたんだけど、渡積島ってところから来たんだよね。渡積島ってどんなところ？名前に海が入ってるってことは、もしかしてお魚がたくさんいる？あ、軍師のお姉ちゃんの名前にも海って字が入ってるよね。もしかしてお姉ちゃんはお魚から人間になったの？あらあら、魔女さんをがっかりさせてしまいますね。でも私はただの普通の人間ですよ。渡積島の物語は、そうですね、景色を見ながら話しましょうか。コレイはやっぱりまだちょっと緊張してるのか？俺たちのガイドなのに。え？うん、私はただ新しい役割になれようと思って、ティナリ師匠の話し方をイメージトレーニングしてるんだ。他人を真似するなら口癖から始めるのが手っ取り早いらしいぜ。そうか、じゃあ、今すぐそのキノコを捨てて。それは食べられないやつだから。なるほどな。お前の師匠がどんなやつなのか一瞬で分かったぜ。なんだよそれ。ガイアさんの方こそ大盗賊だなんて全然いい人には聞こえないぞ。大盗賊の俺が敵のものを盗んだなら、こっち側にとってはいい人だろう。反論できない。最近この心境に来た人？結構前ですけど、教練院の妙論旗っていう金髪の建築デザイナーが来たかな。たくさんの建築を再設計してくれたんですよ。いつもブツブツ何かつぶやいてたけど、仕事は早くて本当にいい人でした。それに私と同じで傷つきやすいタイプで、あ、今のは聞かなかったことに。私はメンタル強いので。その次に来たのがモンドの貴族と軍師の産後の宮ココミさんです。でもそのお二人をちゃんとおもてなしする前に、心境には妙な変化が起こったんです。そのモンド人が今どこにいるか知らない？確か心境に変化が起こった後、彼は北の方のエリアに向かいましたよ。心境に問題が起こったのは残念でした。ふぅ、もし全てが元通りになったらすぐ彼を見つけられるかもしれないんですけど。まあでもそんなに心配しなくても大丈夫ですよ。心境の中は危険じゃありませんしね。うん。イディア、オイラたちもう喋り尽くしたぞ。はい、それじゃあみんなのマスコットイディアがここに起こったことを説明します。簡単に言うと、心境にある全てのものの運行はみんなが見たコアホイールに頼ってるんです。でも心境に大きな振動があった後、コアホイールからいくつかのパーツが外れてしまって、確か4つだったかな。そのせいで今は運行が止まってるんです。へえ、あのでかいのってもともとは動けたんだね。ええ、今のような正気のない姿じゃなかったんですよ。まあ
もともとはですけど。はあ、うまくメンテナンスできなくて本当にごめんなさい。気にするなって。つまり上の大きな丸いやつを直すには全てのパーツを見つけないといけないわけだな。はい、パーツの一つはこの近くに落ちてるはずで位置も分かってます。でも他のエリアに落ちたものはみんなに探してもらうしかなくて。ふん、それじゃあこの管理人兼マスコットが冒険任務をそれぞれに託していきますよ。あの、無理して笑わなくてもいいんだからな。それじゃあ率直に言いますね。魔剣士のエウルアさんと治癒士のコレイさんは北のエリアを探索してきてくれませんか。分かったわ。ついでに人探しもできそうね。じゃあ私はエウルアをサポートするよ。今まではアンバーと一緒に行動することが多かっただろうけど、今回は私に任せてくれ。全力で頑張るから。へえ、ならよかったわ。人生の先輩のアンバーに負けちゃダメよ。大盗賊のガイアさんと魔女のクレイさんは番書を送り合わせの上西のエリアへ。番書？都合をつけて行ってきてくれってことさ。いいぜ、安心して俺たちに任せてくれ。それから最後に軍師のサンゴノミヤさんと騎士の旅人さんはよかったら私と行動しませんか。一緒に最初のパーツを取り戻しましょう。それじゃ何か手がかりを見つけたらここに戻ってきて集まるってことで、道中くれぐれも安全には気をつけて助け合ってくださいね。特に魔女さん。うん、クレイちゃんとガイアお兄ちゃんの面倒を見る。ガイアお兄ちゃんもいい子にしてるぜ。よし、じゃあ解散しましょう。二人ともついてきてください。あの時確かホイールのすぐ後ろに転がってるのを見たはずなんですけど。見ていたのに取り戻せなかったのですか。その一つで心境全体を修復できるんだったらそりゃ喜んでやってましたよ。でも他の三つも探さないといけないと思うと歩く気力さえなくなってきちゃって。なんだかその気持ちわかる気がするぞ。オイラたちも似たような経験いっぱいしてきたよな。聞きそびれたけど、ココミはどうしてこっちに来てるんだよ。私ですか。渡津見島の仕事が一段落したんです。それでせっかくなので時間のある間に外出しようかと思い立ちまして。それでここに。ずいぶん遠いところまで来たな。ここはスメールだぞ。より遠くへ行けば視野を広げる何かが見つかるような気がしたのです。その他の理由については、またゆっくりお話しできる機会を見つけた時にでも。急がなくてもいいのよ。ここ。みんなきっと
不思議に思ってるでしょ。パーツはどこにあるんだろうって。あれれ、何にもないじゃんって。あのライトだろ、この前しずくちゃんが見せてくれたぜ。そうですか。それを紹介するのも私の役目だったんですけど、それも水系元霊に奪われちゃってたとは。イディアさん、落ち込まないでください。水系元霊は使い方を見せてくれることはできても、直接交流できるわけではありませんから。生き生きとした完璧な解説をしてくれるのはあなただけです。ココミって人を言葉で動かすのが得意だよな。もしかしてこれも仕事のスキルの一つなのか。まあいいや。じゃあみんな、もう一度頭の中をまっさらにして私の紹介を聞いてください。これは周流映写塔と言いまして、心境にあるものは全部これによって作り出されてるんです。ものを周流映写塔に入れれば、その形とイメージに対応するものを作り出すことができるはずだったんですけど、今は心境全体の運行が止まってて、基本機能しか動いてないんです。そこまで基本的なことしかってわけじゃないんですけど、ただ今は平面的なものしか映し出せなくて、これを先生図って呼んでます。まあ一種の青図とか設計図って思ってもらうといいです。つまり最初の部品はこの先生図の中に落ちてしまったということですか。その通り。中に入るのはあなたたちに任せますね。私は外から応援のダンスを踊ってますんで。本当か。嘘です、ごめんなさい。実は運動音痴すぎてダンスすらうまく踊れないんです。どっかに座って待ってますから。いいっていいって、元気出せ。オイラたちに任せてくれ。あれ？その箱にパーツはないみたいですね。そうそう、あれです。あれを取り出せばいいんです。あれはなんだ？歯車か？ちっちゃいな。あの大きな丸いやつらが出てきたものとは思えないけど。ちょっと説明しにくいんですけど、それは確かに外れちゃったパーツの一つですよ。他にもまだ三つあります。千里の道も一歩からと言います。いい始まりさえあれば、あとはうまくいくことでしょう。本当に？そうですよね。だって音陽寮の卒業試合で高学級に勝つほどの伝説的な軍師が言うんですもんね。そのことにはもう触れないでください。何はともあれ、みんな手伝ってくれてありがとうございます。とにかく試しにコアホイールを修復してみますので、お二人は町に戻ってください。はあ、私はトロすぎてあんまり役に立たないので、せめて修理のことだけは任せてくださいよ。急がなくてもいいのよ。いえ、ただ少し戸惑っているだけです。
そういえばこの間、しずくちゃんにライトの使い方を見せてもらったとおっしゃっていましたよね。もう少し詳しく説明してくれませんか？少し気になってしまって。もちろんいいぞ。なるほど。あ、見てみろ、大きな丸いやつが回り出した。おい、なんでちょっと動いただけで止まっちゃうんだよ。回転速度も変でしたね。事故が起こる前はもっと早く回っていました。あれが動くところ見たことがあったんだな。皆さんより一足早くついていたので。でも中に入ってすぐに事故が起こりました。天と地がひっくり返ったという言葉がぴったりでしたね。もう二度と体験したくありませんが。はあ、やっぱりダメか。一つのパーツだけじゃやっぱり起動しませんね。動いた時は嬉しくって、もしかしたら他のパーツがなくてもコアホイールを動かせるんじゃないかって一瞬思ったんですけどね。棚から費用持ちに期待してばかりではいけませんよ、イディアさん。着実に目標を達成していきましょう。栄誉騎士のお姉ちゃん、軍師のお姉ちゃん、それにマスコットちゃん、みんなもう帰ってきてたんだね。クレイたちが一番乗りかと思ったのに。よう、収穫はどうだった？こんなに頼もしい騎士はあのセピロス騎士団から探したってそうそう見つからないだろうな。大盗賊さんと魔女さん、そっちは何か見つかった？うん、すっごい大発見。クレイがガイアお兄ちゃんと行ってきた場所ではね、何かに目隠しされたみたいに何も見えなかった。それにそれ以上先に進めなかった。でもついさっき急に大きな谷が出てきて、それでクレイたちはすぐに戻ってきたんだよ。ついさっき？英雄騎士のお姉ちゃん、一緒にあっちに行ってみようよ。クレイと谷の大冒険にレッツゴー。私はパスしますよ。運行回復は本当に大変で、すみませんけど、もうちょっと休ませてください。軍師のお姉ちゃん、一緒に来て。クレイのお城でアイディアを出してくれるだけでいいよ。クレイがちゃんと守ってあげるから。それは心強いですね。魔女さんに知恵を捧げられるなんて光栄です。ひひひ。じゃあ、出発！ここだよ。すっごく大きな谷だけど、最初はなかったの。ああ、それから峡谷が現れるちょっと前、何かの回転するような音が聞こえていた。うん、ゴロ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 って。もしかして巨大なホイールの？それが回転して峡谷を引きずり出したということなのでしょうか。おいお前ら、見ない顔だな。イディア以外のやつがいた。何、あいつともう会ったのか。ここはまったくごちゃごちゃだ。で、イディアのやつは？すみませんが、あなたは？おっと、自己紹介がまだだったか。俺はフェルディナンドだ。このエリアは俺と兄弟たちが管理してる。でも神教全体の、天と地がひっくり返った後、
車両やレールなんかの設備を今まで通りの方法で作れなくなった。イディアさんは神橋の修復を試みています。私たちは彼女のところから来たのです。本当か。どっかの隅っこに隠れて現実逃避でもしてるんじゃないかと思ってたぜ。来た道にあったステーションを点検してみたが、結局運行は全部止まってたしな。運行が止まっている？詳しくお聞かせ願えませんか？でもお前らはただ思わぬ事故でここに来た旅人たちだろ。違うよ。クレイはイディアお姉ちゃんを手伝うって約束した魔女だもん。魔女？それがですね。なるほど、分かった。こうなったら手伝ってくれるやつは多ければ多いほど助かる。とにかくまずはここの乗り物を再現しないと。ほう、何かこだわりがあるのか？このエリアの道はかなり曲がりくねってるから、何か乗り物に乗ってレールに沿って移動するしかない。具体的にはこれを使って作るんだが、イディアから聞いてなかったか？ああ、とにかく今は車両を作る材料をその中に入れないと。よくわからないけど、とにかく乗り物の形をした何かがあればいいんだよね。そう理解してもらって構わない。だがその構造はここのレールに合ったものでないといけない。私はそうですね、みこしの形を思いつきましたが、今は材料にできそうなものがないですね。旅人は何か思いつかないか？確かに材料は探しやすそうだけどな。だが木製の荷車は安定性が足りないし、レールを走るには危ないぞ。ほう、本当か？みんな、クレイが作ったものを見てくれ。じゃじゃーん、クレイの乗り物完成。本当だ、クレイはすごいな。これは全てのニーズを完璧に満たしている。しかもイディアが作ったやつよりはるかに可愛いぞ。クレイは試してみただけだったんだけど、バーンっていきなり出来上がっちゃった。クレイ、ちょっと聞きたいんだけど、その乗り物ってどんな素材で作られてるんだ？ボンボン爆弾だよ。やっぱりそうだと思ったぞ。うん、どうした？問題なければ下準備を進めていきたいんだが。でもこの乗り物の素材って、爆弾とか言ってたろ。全部聞こえてたが心配はいらない。実際にできた車両が材料と関連しているのは形だけなんだ。詳しく説明すると。ならいいんだ、理論的な部分はスキップしようぜ。ただ星落としの湖の鈴木の運命をたどるかもって想像しちゃっただけだ。うん、クレイの乗り物いつ出発できる？ちょっと待ってくれよ、ここからは水系原霊の力を借りないと。よし、みんなもう乗っていいぞ。この先のレールが壊れてる。
ここでしばらく休むしかないな。やっぱりここはもう先生図の状態になってる。これはどうすればいいのでしょう。心境の中で物が存在するにはまずは先生図がないといけない。それを周流映写灯で照らして初めて正しい形が出来上がるんだ。しかしここではレールとなってくれるはずの水系原霊が図の中に閉じ込められてしまっている。要するにまずは先生図から水系原霊を救い出さないといけないってことだろう。でもここのライトは大きな泡に封印されちゃってるみたいだ。これは水系原霊による大切な保護手段だ。もし周流映写灯まで壊されたら本当に大変なことになってしまうからな。あ、わかったぞ。ここはしずくちゃんの出番だな。ひひ、どうやらこの名前を気に入ってくれてるみたいだ。次は。オイラたちに任せろ。もうこれにかけては熟練だぜ。はあ、水系原霊はあの箱に閉じ込められてしまっていたのか。続き進むとしよう。穴からおびき出すことができるのね。ステーションとレールはそろそろ全部修復できているな。よし、次はレールの中枢部に行ってみるとしよう。すぐそこだ。
急がなくても、くっ。それほど大きくない感じがしてきた。これってとっても大事な装置なんだよね。クレ、ガイアお兄ちゃんのお話覚えてるよ。似た話から他のことを推測できるなんて、クレは本当に賢いな。そうですね。こちらはおそらく回転軸を利用して軌道を切り替えるための装置でしょう。そうだ、本来ならこの装置に触れさえすれば中枢部が回ってくれるはずなんだが、ふん、どうやらジェローニのやつまだ修理できてなかったらしいな。まったく、口だけは立派なやつだ。そのジェローニさんという方がフェルディナンドさんの兄弟のうちのお一人なのですね。そうなんだ、俺はステーションのレールから直していくべきじゃないかって言ったんだが、あいつが堅くなに中枢部から修理すべきっていうもんだから。まったく、ここにあるのはステーションと中枢部の2つだけなんだから、どこから修理したって同じだろうがよ。俺が無学だからって舐めやがって、毎回俺と真逆の意見を主張するんだよなあいつは。今回は俺が先にレールの修理をしたわけだから、これで奴も文句を言えないだろ。ふん、ほう、俺の目にはフェルディナンドさんは賢い人間に見えるんだがな。おお、やっぱりお前は人を見る目があるな。じゃあついでに中枢部へ行ってあいつの状況を確認しに行こうじゃないか。あいつのことだ、きっと死ぬほど悩んでる最中に違いないぜ。話をしただけでムカついてきた。砂嵐の中にいた時も同じで、俺が東に行くって言ったらあいつは西に行くって言い出しやがったんだ。砂嵐？その後どうなったんだ？その後俺たちは己の選んだ方向に行ったんだ。だが結局お互い砂まみれになっちまってさ、心境に招き入れられてなんとか一命を取り留めたよ。ったく、中枢部をもう一度起動することさえできたら全てがうまくいっていただろうに。おっと、そこで頭を抱えてるのはどこのドイツだ？どうだ、進展はあったか？言ったはずだろ、ちびっ子たちにはまず中枢部を修理してもらって、そしたら車両を作って中枢部から。って君、どうしてここに？ここまで登ってくるのは僕も一苦労だったのに。答えはお前の目の前にあると思うが。ふーん、そういうことか。さてはこちらの旅の人たちに助けてもらったんだな。君は自分一人で一体何ができるって言うんだ？毎回毎回他人任せのくせに、よくそれを自分の手柄だと思い込めるよな。それを言うならお前の方こそ、ここで長いことこそこそ独り言を言ってたようだが、何か進展はあったのか？こいつら出会って早々喧嘩かよ。兄弟なんじゃなかったのか？兄弟というのは誰のこと？まさか彼のことじゃないよね？な、ジェローニ、お前いい加減に。まあいい、君と喧嘩してる暇なんかないんだ。そんな時間があったらまずは中枢部の修理だ。フェルディナンドさんもどうか落ち着いてください。要件を終えてから話す時間はたくさんあります。わかったよ。お見苦しいところを見せてしまった。僕はジェローニ、このエリアのメンテナンスを担当する者のうちの一人だ。レールの修理は君たちのおかげだったんだね。本当にありがとう。ジェローニさん、気を使わないでください。私たちは
イディアさんに頼まれて神教の修復に来たのです。なるほど、フェルディナンドと君たちが乗り物をここまで持ってきてくれたからには、次は水系元霊の力に頼る番だね。へえ、また水系元霊か。なんかあいつらってすごく重要みたいだな。もちろん、この中枢部だけでなく、ここの全てはあの子たちのおかげで安定的に作動しているんだ。よし、これでレールの大半と中枢部は直せたってことだな。誰のおかげだと思ってるんだ。もちろん旅の人たちのおかげに決まってる。その質問の仕方、まさか君のおかげだなんて思ってないよな。お前、いずれにしてもお前のおかげじゃないんだからな。毎回あれこれ分析してペラペラと喋る割に何にもできやしないんだ。いやいや、君ほどでもないよ。いつも考えるより先に衝動で数々の過ちを犯してしまう君にはかなわないさ。僕とハットがいなかったら誰が毎回尻拭いをしてくれるんだろうね。ハットといえば、あいつはどこだ？君と一緒じゃなかったのか？朝早く出かけたからお前と一緒にいるんだと思ってたが。君ってやつは出かける前に確認することすらできないのか？何なんだよ、お前だってあいつに気づいてなかったくせに何を偉そうに。クレイ、クレイ、わかんないよ。誰も悪いことしていないのにどうして喧嘩するの？俺はただそいつのその知ったかぶりが気に入らないだけだ。知ったかぶりだって？毎回皮肉ばかり言っているのは誰だ？二人ともそこら辺にしといてくれないか。どうしても自分の口をコントロールできないっていうなら場所を変えることをおすすめするぜ。それとも頭を冷やすのに俺の助けが必要か？さあついてきてくれ。俺から少々アドバイスがある。ええ、クレイさんの質問についてですが、この世には理屈で説明できない複雑な状況がたくさん存在するのです。私はあくまで通りすがりの旅の者に過ぎませんので、お二人の紛争を軽率に評価するつもりはないのですが、その上で個人的な経験からお話ししますと、親族関係の関わる対立というのはより複雑なものになってしまう傾向があります。あ、そういえばココミもこういうの苦手だったよな。でもクレイはやっぱり違うと思うの。クレイ、なんて言えばいいかわからない。すまなかったね、冷静になったよ。子供の前で喧嘩なんかするんじゃなかった。悪かったな、クレイの嬢ちゃん。さて話を戻そう。ハットさんを探すってことだったな。うん、僕たちの推測だけど、あいつはおそらく激流ツイスターのあたりにいるはずだと思う。先ほど僕たちがいた中枢部から出発して乗り物をまた別の場所に行かせる必要があるんだ。悪いが、もう一度俺たちを手伝っちゃくれないか？それはもちろん。なってるんだよ。兄弟っていうのは
もっと親しい関係のはずだろ。このレールの突き当たりにハットがいるはず。宝箱もジャオ穴から。いやあ、遠くから乗り物が近づいてくるのを見て、まさかあんたたちがレールとステーションを全部直したのかと思ったよ。レールにステーション、それに車両が揃ったわけだし、これで俺がデザインした激流ツイスターも再起動できるはずだね。たく、自分の体の状態もわからないのか。家で安静にしてろって言ったはずだろ。今回はまあ状況が状況だしさ。状況が状況とはいえ、やる前にもっと考えろって言ってんだ。僕も同意見だ。どんな問題があっても僕とフェルディナンドにかかればなんてことない。僕とフェルディナンドってよく言うよ。あんたら二人が喧嘩しないってだけで俺は奇跡だと思ってるのに。おい、俺らが喧嘩したってそれはあくまで俺らの問題だろうが。余計な真似して面倒を増やすなって言ってんだ。俺が面倒だなんて。フェルディナンドお兄ちゃん。あ、まあ、お兄ちゃんたちは喧嘩してるわけじゃないぞ。これはその客観的に事実を述べてるってっていうか。でもフェルディナンドお兄ちゃんとチェローニお兄ちゃんはハットお兄ちゃんのことを心配してるんでしょ。どうしてちゃんと話さないの。ガイアお兄ちゃんもね、クレイを心配することがあるんだよ。でもガイアお兄ちゃんはクレイのことを責めたりしないの。そうだな。俺たちの関係はお前たちよりずっといいぞ。状況が少し違うんだ。どこが違うの？前にも似たようなことがあったんだ。厳しく言わないとハットのやつは注意しちゃくれない。そうなったら危険な目に遭うのは時間の問題だ。兄弟として俺たちはあいつを助けてやらないと。でもお兄ちゃんたち本当に助けてるのかな。クレイはお兄ちゃんたちみたいにたくさんのことを知ってるわけじゃないよ。でもね、ママが言ってたの。人を助けるっていうのは、助ける側が自分で嬉しくなるんじゃなくて、助けられる側が嬉しくなるってことだよ。ハットお兄ちゃんはどう見ても嬉しくなさそうだもん。どうしてハットお兄ちゃんの欲しいものを聞いてあげないの。クレイさんの言う通りだと思います。お三方ははっきりと自分の本当の気持ちを伝えた方がよろしいかと。大切な人を相手にする場合はなおさらですよ。
その、俺らはずっとお前のことを心配してたんだ、ハット。砂嵐の時は、お前がいきなり気を失ったもんで、俺とジェローニは言い争いを始めちまった。それで結局、三人一緒にこの心境に落ちちまったんだ。あの時みたいなことがまた起こるんじゃないかって心配だった。次にお前が気を失った時に、もし誰もそばにいてやれなかったらって思うだけで。分かってたさ。でも心境の環境は砂漠のと違うだろ。ここは安全だ。もし俺がトラブルを真っ先に解決できたら、あんたらも喧嘩せずに済むんじゃないかって思ったんだ。俺が断るごとに休まないといけない体じゃなかったら、最初からあんたらの足を引っ張らずに済んだのに。いや、僕たちが選んだことなんだから負い目を感じる必要なんてない。冒険が好きなのは僕たち3人ともだろ。足を引っ張るなんて考えるな。それにそのためにこのエリアの計画を立てたんじゃないか。僕がアイデアを出して、フェルディナンドが体力仕事をして、みんなで見取り図を書き、レールを作る。安全な上、特別な景色だっていっぱい見れる。そうだね、当初はこんなことも言ってたんだ。ひなんだよ、お前ら仲良しなんじゃないか。偉いぞ。よしてくれ。今そんな風に言われたら、まるで俺がそう褒められたくて言ったみたいじゃないか。ビュンビュン爆速車、面白かったよ、フェルディナンドお兄ちゃん。本当か。ものすごく速い乗り物をレールに沿って走らせるってアイデアは僕が考えたんだよ。どうやって考えたの？ジローニお兄ちゃんすごい。クレ、もっと面白い爆速車に乗りたくないか？乗りたい。こいつらいきなりクレイのご機嫌取りに夢中になり始めたぞ。クレイ本人にはまだわからないだろうが、子供特有の純粋さっていうのはもともと強い感染力と癒しの力を秘めているもんさ。ねえ、そっちのみんなも一緒に来てよ。乗り物の中の水系原霊に手伝ってもらう必要があるんだ。よし、これで激流ツイスターを起動できるはずさ。さあ、このレールの最初のステーションに行こう。ハットと一緒にチェックしておいたからちゃんと安全だぞ。みんな出発の準備だ。ちょっと待ってくれ。別れる前に一つみんなに贈りたいものがある。これは山登り用の縄だ。僕たちはかつてこいつを頼りにいろんな山を登ってたくさんの場所を旅してきたんだ。あれ、じゃあすごく大切な思い出の品なんじゃないか。こんなのオイラたちがもらって本当にいいのかよ。もちろんさ、どうか受け取ってくれ。クレイとみんなのおかげで僕たちは気づくことができた。僕たちは縄なんかよりもずっと大切な見えない絆で結ばれてるってことに。クレイ役に立てた？ああ、大いにね。それってどれくらい？心境の真ん中のあれよりももっと？
あれよりもずっとだ。わー、大きくて嬉しい。そうだクレー、神教の外でこういうビュンビュン爆速車を見たことあるかな。見たことないよ、今日初めて乗ったな。そうかそうかそれも仕方ないことだ。なんせ外には終流映写塔がないからね。せっかくの機会だし、この数日は思いっきりビュンビュン爆速車で遊ぼうか、クレ。うん、約束だよ。時間があったら爆速車で遊びに来てくれ。みんなが気に入ってくれると嬉しいんだが。こういうレールを世界中に敷くことができたら外出ももっと便利になるはずなんだけどね。本当に感謝してるよ。3人とも心を打ち明けるようになってから本当にだいぶいい感じなんだ。どうやら一部の事情が複雑なんて話じゃなく、僕たち自身に問題があっただけみたいだ。そうだ、だって飛べるやつが魔女って言うならガイアのやつも爆速車に乗って飛んでたけど、あいつは何なんだよ。ガイアお兄ちゃんは大盗賊だよ。パイモンちゃん忘れたな。そうだったな、忘れてたぜ。ちょっと失礼するぜ、魔女のお嬢ちゃん。大盗賊からの報告だ。俺らの任務のことは覚えてるか？うん、遊ぶのに夢中すぎて忘れちゃってた。そう、イディアのためにパーツを探すんだったな。だがそれについては心配ご無用だ、すでに手に入ったからな。クレーたちの気づかないうちに大盗賊が盗んできたな。俺はそれほど頑張ってないぜ。実は俺たちが探してるパーツっていうのはまさにあの山登り用の縄だったんだ。これほどの偶然が存在するとはな。早速これをイディアに渡しに行こう。え、でもクレアはまだ。うん、分か
った。まだまだ遊び足りないけど、やっぱりイディアお姉ちゃんの方が大事だから。魔女さんはとてもいい子なのですね。夜になればきっと水の中の星と空の魚が踊りを踊ってくれますよ。ここみのやつ、意識を保つのがやっとなんじゃないか。表情もガッチガチに固まってるし、喋る時なんて唇まで震えてる。やっぱりここはひとまず休んだ方がいいぞ。あら、バレていましたか。大丈夫なふりができていると思っていたのですが。心配いりません。頭の回転はいつも通りですから、なんだ影響はありません。今すぐ出発しましょう。軍師お姉ちゃん、クレイとお手手をつないで歩こう。クレイが元気を分けてあげる。手をつないだら、目の前に飛んでいた星と魚が全部消えました。あれは爆速者に振り回されたせいで生まれた幻覚だったのですね。あらあら。なんだ、何こそこそ笑ってるんだよ。え、いえ、笑ってなんかいませんよ。宝箱も、じゃあ、あなたらおび。何かいい知らせはありますか。例えば、君はもう気にしなくていい、私たちが全部片付けたとか。ビュンビュン爆速車にも乗ったんだよ。イディアお姉ちゃんも一緒にどう。うん、でも明日でもいいかな。クレイ少し疲れちゃった。まだお子様だから、さっきあれだけはしゃいだせいで遊び疲れが一気に来たんだろうな。そろそろお休みの時間だぜ。そうだったのですね。疲れているのなら早めに休んでください。クレイさん、エネルギーを分けてくれてありがとうございました。じゃ、先に失礼するぜ。英雄騎士のお姉ちゃん、バイバイ。みんなもバイバイ。よかったよかった、魔女さんが思う存分楽しんでくれたみたいで、彼女が喜んでくれて何よりです。そういえばパーツは、パーツはどこです。ガイアのやつが言ってたんだけど、この山登り用の縄がパーツだってさ。あ、私思い出しました。これって峡谷にいるあの3人のものですよね。2人の兄が病弱の弟を連れてあちこち冒険してたら砂嵐に遭っちゃって、助けられて神境に入れられたみたいです。神境に入ってきてすぐ最初は言い争ってたんですけど、喧嘩してると思いきや今度は抱きしめ合いながらワンワン泣いちゃって。本当に元気いっぱいの人たちですよね。毎日賑やかで心配ではありますけど、羨ましいです。その話し方、まるで旧友を懐かしむようですね。ええ、何せ知り合ってから随分経ちますからね。私はめったに彼らのところに行きませんけど、縄はひとまず旅人のところに預けましょうか。単独のパーツだけじゃまだ役に立ちませんしね。それにエウルアさんとコレイさんも戻ってきました。そっちの進捗が芳しくないみたいで、あなたたちが休んだら一緒に北の密林に行きたいそうですよ。
さて、これで伝言も済んだし、私もそろそろ休みに。いえ、残りの2つのエリアの状況を確認しに行きますね。一緒に行きましょうか、イディアさん。いえいえ、大丈夫です。今日はみんな疲れてるんですから、ちゃんと休んで休んで。自信満々にアリスさんと約束したばかりなのに、心境がこんな大騒ぎになっちゃうなんて。でも軍師さんの言ってた通り、心境を元通りに戻すことさえできれば。コレイ、エウルア、それにイディアも。あ、旅人にパイモン、戻ってきてたんだな。どうだ、ちゃんと休めたか。それはそうでしょうね。私の住処であるここの環境は砂漠の中にあるくせに、それは申し分ないものですから。これはここの数少ない長所の一つです。そんなに卑下しなくても。本当のことを言っただけですよ。何せ砂漠は嫌な思いに満ち溢れてますから。私にとって砂漠は、そうですね、汚い泥のスープみたいなところです。妙な比喩だな。でもイディアに言われなかったらオイラも忘れてたぜ。この心境がまさか砂漠の中にあるなんてな。わかる。ここの空気は全然乾燥してないし、それどころかウリンにいるような気分だ。私はウリンの空気にかなり馴染んでるからな。どうやらみんなゆっくり休めたみたいね。さあ、北の森へと出発しましょう。行ってらっしゃい。私の分まで頑張ってきてください。あら、別れの挨拶なら不要よ。みんなの中にはもちろんイディアさんも含まれてるもの。待ってくださいよ。私ってただのマスコットじゃなかったんですか。逃げちゃダメだ、イディアさん。遊園フェアの管理人がお前を待ってるんだ。確かこう言ってた。イディアにしかどうにもできないって。ええ、私とコレイが森で見つけたの。その遊園フェアエリアを管理してる人はソロン派の学者らしい。学者？森の地脈でも研究してるのか。はあ、ここに彼女に研究できそうな地脈があったらよかったんですけどね。でも誰のことかは分かりました。やっぱり私もついていきます。急がなくてもいいのよ。あら、やっと誰かが来てくれたみたい。待たせてごめん、メイモムさん。イディアさんも連れてきたよ。ありがとう、コレイさん。もう、イディアったら久しぶりね。本当に来てくれるだなんて思わなかった。あなたのことだから、てっきり誰にも見つからない場所で、一人メソメソ泣き続けてるのかと思ってたわ。なんだかひどい言い草ね。でも、こんな評価を聞くのも初めてじゃない気が。わかりましたよ、泣きます。今ここで泣いてやりますからね。え、そんな。はいはい、私が悪かったわ。それでこちらのお二人は。こんにちは、オイラはパイモンだぞ。みんな、私が招待した頼りになる助っ人なんです。私と同じように扱っちゃダメですからね。ええ、お二人ともこんにちは。私のことはメイモムと呼んでね。じゃあ挨拶はこの辺にして、みんなついてきて。
しょ。私が一緒に作ってあげたんですよ。お祭りやこういうフェアにはやっぱり綺麗な巨大テントがないと。オイラの予想通りだったぞ。イディアって謙虚だとは思ってたけど、人の前で才能をひけらかさないタイプだったんだな。あれ、どうかしたの？クレイ。ごめん。こんなこと言っていいのか、ちょっと興ざめになっちゃうかも。平気よ、思いついたことをそのまま言って。ここっていろんな屋台が並んでるみたいだけど、店主もいなければ遊んでくれる人もいないのが、なんか寂しそうだなって。何を隠そう、ここは本来賑やかなところだったはずなの。それが数日前に何が起こったかは知らないけど、心境全体がまるで天と地がひっくり返ったみたいになった。そうなのよ、ホイールにある全てのものが落下してテントにぶつかって、テント中の消灯が天井から落ちちゃって。え、消灯って？そう、誰かさんがお祭りには綺麗な照明がないとなんて言いながら作ったあの消灯のこと。消灯が落ちた後、テントの内部はもう大騒ぎだったわ。水系元霊も閉じ込められてしまったの。そんな打つ手なしって時にローレンスさんという方が自ら手を挙げてくださって。待って、自ら手を挙げたって？ええ、あの人は私の警告など一切構わず毅然とした態度でテントに入っていったの。それから。それから？もうもったいぶるなよ。その後どうなったんだ？どうもこうもないわよ。彼は私の水系元霊のお友達と一緒に中に閉じ込められてしまったの。そんな、メイモムさん、放っておくわけにはいかないよ。わかってるわ。でも中の状況のややこしさはあなたたちの想像を上回るかも。どうか心の準備をしっかりしておいてね。ここで何の根拠もない議論をしたって時間の無駄よ。みんな揃ってることだし、現場を見て判断しましょう。ついてきて。テントの中はもともと巨大な舞台だったんだけど、心境が揺れ動いてからその中の状況も変わってしまったわ。ここに吊るされていたはずの照明も消灯と一緒に落ちてしまって、修復作業をかなり邪魔してるの。通路が歩きづらくなってるってことか？主な原因は照明よ。皆さんは舞台に上がった経験は終わり？照明が当たれば全ての視線は舞台にいるものに注がれる。私はちょっとあんな風に見られるのは苦手だよ。視線がこっちに集中しちゃうと気分まできつくなるんだ。私もです。喋ることすら苦手なのにそんな大勢の人に見られるなんて、考えるだけでゾッとします。やっぱりまだ吹っ切ることができないのね。うん、笑わないでほしいんだけど、頑張って直そうとはしてるけど、やっぱり克服できないことがあってさ。人が多いこととか睨まれることとか。笑うようなことじゃないわ。それに知ってる？他人の視線が気になることだって別に悪いことじゃないのよ。少なくとも私はそう思ってるわ。だって自分に厳しい人ほど他人の期待を裏切りたくないと思うものでしょ。君はいろんな方面の資質があるわ。もし私と同じように小さい頃からダンスの練習をしていたら、今は私よりも踊りが上手だったかもしれないわよ。いやいや、そんなの絶対にありえないから。私にも無理。
本当に共感できるよ。じゃあ時間があったら私のところへ学びに来てはどうかしら。いつか君も優れたダンサーになれるかもしれないわ。その時が来たら外界の光に怯える必要なんてないほど輝けるはずよ。エウルアってこうやって話をしてる時ですらすでに輝いてるよな。本当にいいのか。実は心の中で私が不器用だって笑ってたりしない？うん、君の中では私ってそんな印象の人間なわけ？いやいや、わかった、学ばせてもらうよ。よし、私からの警告は必要ないみたいね。とにかく幕を開けたらすぐ舞台が見えるはず。待てよ、真ん中にあるのは何だ？私の消灯ですね。封印されているみたいですけど、なんとかして元通りに戻さなくちゃ。まずは消灯を支えている足場を上昇させて。私の記憶が正しければ周りに舞台を制御できるスイッチがあったはずなんだけど。どうやら色レンズを差し込んで照明の色を変える必要があるみたいだわ。このレンズは通過する光の色を変えられる。つまり二重の意味で色眼鏡ってわけ。メイモム、お前もしかしてセナの知り合いか？そんな人知らないけど、どうしたの？なんでもない。二人はきっと会話がはかどるんだろうなって思っただけだ。本題に戻るわよ。早速開かれた通路に行きましょう。誰か、誰かいないか、助けてくれ。レッシグローレンス？何者だ？この私のフルネームをそのまま呼ぶなんて失礼だ。こんなに弱ってるくせによくそんな口が叩けるよな。確かにローレンス家のものね。こんな状況になってもなお無意味な礼儀作法を気にするなんて。どうして君がこの私を嘲笑いに来たのか、エウルア。そんなこと少し考えたらわかるでしょ。わざわざ私を挑発する必要なんてある？もちろん私の助けを借りないって選択をしてもいいわ。貴族は生まれながら自立するものであり、他人に助けを求めてはならぬ。そうでしょ？そうだな。おかげで目が覚めたよ。私は助けなどいらない。エウルア、きっと本心じゃない。
喋り方が硬いし、こっそりとお前の反応を伺ってる感じもするんだ。治癒士として私はこの人には助けが必要だと思う。分かったわ。うん。長い時間閉じ込められてる間にもう礼儀正しい喋り方を忘れてしまったみたいね。本当に笑えるわ。みんな行くわよ。このどこまでも対面にこだわるものに舞台を譲ってあげましょう。ちょ、待て、待ってくれ、止まれ。本当に私を放っておくわけにはいかないはずだ。私たちは同じ血族の仲間なんだぞ。必要な時に私を助けることは君の意向に何の傷もつけやしない。そして私の無様な姿も君の技巧によって人の目から隠せるだろう。これは一族の異名と尊厳を守るための行いだ。それは君が考えた一番いい言い訳なのかしら。一族というレッテルでなら私を説得できるとでも。自分の軽はずみな行動を反省すべきよ。君を助けるために私たち一行はここまで駆けつけたの。私は老齢好きのやつってみんなこうなのか。対面が命よりも大事だなんて。はいはい、そろそろマスコットが雰囲気を和らげる時間ですよ。エウルア・ローレンスさんにレシグ・ローレンスさん、ほらこれ一人一つずつね。なんだこれ、キャンディ？はあ、ありがとう。あ、この匂い色レンズと一緒だ。そうそう、甘いキャンディーを食べると気分も良くなりますよ。ありがとうマスコットさん、だいぶ良くなったよ。この人が他人にちゃんとお礼を言えるだなんて。エウルアさんはね、この数日あなたのことをすごく心配してたんですよ。何回も私にあなたの行方を尋ねてきたんですから。これで二人は巡り会えたし、私もあれこれ聞かれずに済む。めでたしめでたしです。言っておくけど、この人の安否なんて気にしてないから、勝手なことを言わないでちょうだい。強情って点ではエウルアもいい勝負だな。オイラもそう思うぞ。そんなに勝手を言いたいなら、せめてキャンディーをもう一つちょうだい。え？ああ、もちろんいいですよ。キャンディーならまだまだあるので。すまなかった、私が悪かった。皆さんに多大なご迷惑をおかけしてしまった。お、ふん、最初からそう言えばよかったのに。ただいま。あれ、みんな話はもう終わったの？どうして揃って私をじっと見てるの？いやいや、気にするなって。じゃあ早速片付けて消灯の修復作業を続けましょう。あ、レシグさんは体調が良くなかったら無理しないでね。休める場所を探してあげますよ。ちょうど私も疲れたし。ええ、うちのいとこのことは君に任せるわ、イディアさん。レッシグ、けじめをつけるまでに喋れるくらいの力を回復しておいてちょうだい。早く、それ、よいしょ。そうね、引き続き足場を上昇させられる方法がないか探さないと。照明みたいなギミックを探してみないといけないかも。変だわ、あの人は本当に私の知ってるレシグなのかしら。昔の認識に頼るだけでは正しい判断はできないのよ。人は変わる、そして人はいずれにしたって選択できるものなの。あ、
そこにしずくちゃんが。水系幻霊のことね。まさか幕の中に閉じ込められてしまうなんて。無事みたいで何よりだわ。十分でかいテントだったけど、まさかその中はもっとでかい空間になってるなんてな。まあ不思議なテントだから、中は見た目より広かったなんていうのは物語によくあるパターンでしょ。もうすぐテントのてっぺんよ。最後は小灯をテントの最上部から外へ上昇させること。崩れたから気づいたけど、半分の高さまで上がってきてみると、この足場ってグランドバザールの舞台にすごく似てるわね。みんなグランドバザールには行ったことある？ないわ。ティナリ師匠と一緒に何回か。いろんな商人たちがいて、すっごく賑やかなんだ。運がいい時はニーローの舞台も見れるしな。ふん、スメールのダンスね。話を聞いていたら私も見たくなってきちゃったわ。帰る時にそこを通れるといいんだけど。通れなくても大丈夫。エールアが見たいなら今度私が連れていくよ。いいわね。じゃあ約束よ。そうだな、オイラたち何回も言ったよな。もう数えきれないくらいだぜ。そうなのね。私の父さんは昔グランドバザールでお祭りの準備係をやってたから、お祭りが開催されるたびにキャンディーをもらえたわ。子供って単純よね。キャンディーが食べられるだけで楽しかったの。それでお祭りやフェアってすごくいいものなんだって思うようになって、同時に父さんのことをすごいなって思ったの。大人になったら絶対父さんみたいな人になりたいってね。でもメイモムさんって教霊院の学者なんだよな。私が知ってる限り学者って休み時間も費やしていつも研究課題と戦ってるから、メイモムさんはもしかしてお祭りの手伝いをする時間がなかったとか。ええ、お見通しね。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の二択から私は後者を選んだ。でも楽しくなんかなかったの。エウルアの状況とは真逆なんだな。今はもう気づいているのよね。だからこそここにこんな屋台を用意してお祭りの雰囲気を作り出した。そう。それでも私は思うように楽しめなかった。私気づいたの。お祭りに参加することとお祭りを開催することとは違うって。子供の頃は何も考えずに楽しめたけど、代わりにその裏では家族が大きな苦労をしてたんだわ。父さんはお祭りを準備するのがどれほど複雑で大変なことかをよく知ってたからこそ、私に学術の道を歩んでほしかったのね。はあ、結局のところ
私はどっちもうまくできなかった。投げやりになって砂漠で地脈の調査をしていたら、うっかりここに落ちてしまったの。せっかく願いを叶えるチャンスを手に入れたのに、成果が破壊されるのを見て立ち直る勇気を失っちゃった。メイモムさんは自分で言うほどダメな人なんかじゃないと思うよ。あまり気を落とさないでくれ。だって変わろうとする勇気を持ってるし、今までずっと私たちを積極的に導いてくれたじゃないか。どれも本当に投げやりだったら絶対にできないことだと思う。これ自分の状況ならよくわかってるわ。わざわざ私を慰めてくれなくても。慰めるってほどじゃないよ。ただ行動は言葉より本心を映し出しているってこと、本人は時々意識できないものなんだ。この理屈もイウルアから学んだんだ。ふーん、何が言いたいのかしら。いやいや、やっぱり早くショートを直そう。ええ。この色レンズは光に溶けやすい材料で作られてるのよ。なんだか甘い匂いがするような。レッシグさんならほぼ回復したので安心してください。こんな私でも他人の面倒を見ることができるなんて悪くないですね。また自分の長所を一つ見つけることができました。これって心配すべきなのかほっとすべきなのか。巨大な、待て、さっきの影が。どうやら完全回復するまでにはもうちょっとかかりそうですね。そっちはどうでした？
順調でしたか？もちろん、旅人とパイモン、コレイさん、そしてエウルアさん、全員合わせたらあなたの約40倍くらいは頼りになるってところかな。なんだ、たったの40倍ですか。私って結構やりますね。自分の方が劣ってるってことさえ受け入れれば、腐敗の立場に立ったも同然ってことか。恐ろしい根性ね。まるで切っても切っても切れることはない川の水みたいだわ。あれ、どういうことだ。私はなぜテントの外にいるんだ。そうだ、エウルアに会って、それから頭が。これは治療がもたらす副作用の一部といったところですね。レシグさん、意識ははっきりしてますか？まだ少しめまいがするが。レッシグローレンス。エウルア。はいはい、わかったよ。おとなしく君と一緒にモンドに帰る。それに、過激な手段をとってもローレンス家を再興するなんて、もう考えないと約束する。おかしいわね。いつの間にこれほど物分かりのいい人間になったの？さて、そういうことなら白状すべきことは増えたってことよ。違う？私は最初は確かにローレンス家再興のためにここを訪れた。それについては認めるよ。だがここまで来るのに長い時間がかかった。道に迷うことまであったよ。リーウェとスメールを旅する間に財布をなくして野外で暮らす時期さえ。あの奇妙な感覚が君にはわかるか。私は気づいたんだ。そこでは誰も私を知らないし、ローレンスを気にする人もいないんだってことに。君も私も枷に縛られて育ったガラスの駒だ。貴族らしい振る舞いを心がけるよう教えられたにもかかわらず、一族の外ではこれのせいでモンド人からないがしろにされる。忌み嫌われ憎まれること、そして教育への固執、この全てが一丸となって、さらに一族を古い貴族の礼儀作法にこだわらせた。プライドを維持するために。それは長い綱引きのようなものだった。だが何の意味もないことを君は分かっているはずだ。というより君はとっくに知っていたんだな。だが私はこれに気づき始めたばかりなんだ。うん、レッシグの言ってることなんとなくわかるような気がするぜ。そうね、どれも事実だわ。君が考えを改めたことを君の家族はまだ知らないみたいね。ああ、どれもつい最近のことだからな。ここに来てからわかったんだ。私が本当に欲しているのは、誰もが私を恐れるモンドなんかじゃないって。私も、それにローレンス家の多くの者も、ただ他人と平和に暮らせる環境が欲しいだけだ。レッシグ、君も私もいわゆるローレンス家の栄光なんかには関係ないわ。栄誉なんて遠い過去のもので、私たちはただの一般人よ。ここのことを処理したら帰るつもりだったんだが、まさか君がやってくるとはな。手間をかけさせてすまなかった。ほらね、人はどのみち選択することができるのよ。レッシグさんは結局自分がなりたい人間の方を選んだみたいね。そう言ってもらってもすまない。私はまだ自分だけの人生の目標を見つけていないんだ。気にしなくていいわ。自分がなりたい人間と両親がなってほしい人間の違いを見分けられただけでも十分大きな一歩よ。いかに真の幸せを探すかというのは、もしかするとどんなことよりも難しい研究課題なのかもね。レッシグ、提案があるわ。帰ったら先ほど君が言った内容を両親にも言ってみてはどうかしら。はそんなことをしても厳しくどやされるだけさ。君の方は？
家族に自分の本当の考えを言ったことあるのか。私も考えていたところなの。場を設けて全員と話してみるのもいいかもしれないって。ローレンス家はこの舞台のようにかつては輝かしいものだった。でも過去の演劇はもう幕を閉じたんだから、そろそろ舞台を更新する時なのよ。エウルアってこういう人だからこそどんな時も踊ることができたのかな。屈強で硬いけどそれでいて透き通ってるんだ、氷みたいに。お話は終わりですか？そうみたいね。じゃあこれをあなたたちにあげるわ。さっき衰弱しきってたレッシグさんの近くで見つけたの。あ、これ！ここに落ちてしまったパーツですよ！そんな早い段階で見つけてたのに、どうして今頃になって私に？あなただって聞いてこなかったでしょ？まあ、認めるわ。私が忘れちゃってたもん。じゃあこのパーツも一緒に旅人に保管してもらうとしましょう。あれ？これってなんだか見覚えがあるな。どこかで見なかったっけ？前のお祭りの時、私も一箱買ったんだ。そう、お祭りではよくキャンディーを入れるために使われるわね。これもテントを作った時の素材なのよ。テントが治った今、これも特殊な意味を持たなくなったってわけ。大人になってキャンディー箱のキャンディーを食べても子供の頃のようには美味しく感じられなくなったわ。でもよくよく考えてみると、大人になってから食べ物の選択肢もいろいろ増えてるのよね。おう、だから結局キャンディーも人生と一緒で選択の一種ってことだな。これでパーツを3つも集められましたよ。あとは最後の1つです。でもテントを修復するために皆さんの時間をこれほど使ってしまうなんて本当にすみません。ここはやっぱりひとまず戻って休んでからにしましょうか。私が案内しますんで。ココミ、もう戻ってたんだな。あなたたちだったのですね。北の森での冒険は順調でしたか？万事順調だぜ。お前は今日は何やってたんだよ。そうですね、そろそろ打ち明けてもいいでしょう。渡津見島の荒人神の巫女として、私は本来ならばこんな時にここに現れるべきではなかったのです。実は渡津見島では遥か昔にとある古代の祭器をなくしたことがありました。その名も神道玉壺。近頃それと対になっている宝珠が突如としてある方向へと導くような光を発し始めるようになって、私もようやく神道玉壺の行方が分かったのです。視野を広げるためというのも嘘ではありません。五郎からもよく助言されていましたから。家に引きこもって娯楽小説を読んでばかりいるのは最上の策ではないと。それでそろそろ外に出てみようかと思い立ったのです。渡津見島を出てスメールにたどり着くまでにたくさんの景色を堪能しました。スメールというのは本当に興味深い国ですね。ウリンには何日もとどまってしまいました。でもまさか祭器が砂漠地帯にあるとは思わなかったのです。ここに何かを感じてはいたのですが、正確な位置はなかなか特定できませんでした。イディアさんがわざと私たちに隠しているということはないでしょうが、この心境に他の秘密が隠されていることはあなたもきっと感じ取れているのでしょう。そのことだったら今日もオイラたちいろんなことに遭遇したんだぞ。
なるほど、レッシグさんに会えたのですね。彼は心境に関する手がかりを持っていそうでしたか？おそらく彼は自分の心境にとらわれ、周りに気を配っていなかったのでしょうね。実は天と地がひっくり返った時より以前、心境は今のような様子ではなかったのです。旅人、ごめん、ココミさんとの会話を邪魔しちゃった。大丈夫ですよ。お二人も今日はさぞ疲れたでしょう。一緒にお茶でもいかがですか？もちろんだ。実はさっき私とエウルアでお菓子を作ってきたんだ。イデアのところにオーブンとかまどがあるなんて、まったく、もっと早く教えてくれればよかったのに。ってことはムーンパイを食べれるってことか？私が作るのは荒波パイというのよ。旅人、お一つどうかしら？ピタもあるよ。ココミさんもどうぞ。お茶菓子としても悪くないと思う。ああ、間違えた。軍師さんだった。じゃあ、遠慮なくいただきますね。そういえば、エウルア、お前の親戚はどうしてるんだよ。彼ね、想像もつかないかもしれないけれど、オーブンのところで頑張ってるわ。高貴なるローレンス家の子孫たるこの私は、旅でいろんな技を身につけた。例えば、ナンを作ることだ。ん？この火加減ならいけるだろう。まさか君がナンを焼けるなんてね。食器すら洗わないタイプだったのに。ちょうどいい時に来た。この後は空いてるか？デザートの作り方を教えてもらいたいんだが。え？でもそれってかなり時間がかかるわよ。親族としての情を深めるためにここに来たわけじゃないんだから。まあいいじゃないか。こんな時にそんなことを気にしてどうする。お互い一般人だって言ったのは君だろ。普通の親戚のように学び合おうよ。急がなくてもいいのよ。こんな味のお茶初めて飲んだ。やっぱり稲妻のお茶っ葉はスメールのとはかなり違うみたいだな。そういえばスメールの方はお茶に香料を入れたりするんですよね。入れるよ。でも私はそういうのには慣れなくてさ。私はやっぱりコーヒーの方がいいかな。飲むと夜に眠れなくなるところを除けば。本当ですか？そこまでしてくれるなんて、どう感謝すればいいのか？そんなに気にしないでくれ。私たちも心境のためにもっと役に立ちたいんだ。なんといってもこれは私がやってしまったことだから。あれ、何かあったのか？オイラたち何を見逃したんだ？二人とも、さっきになってようやくレッシグが私たちにある事実を白状してくれたの。やはり自分で説明させてくれ。私が心境の一連のトラブルを起こした張本人だ。はあ、レッシグさん。事の始まりは、私が秘境の入り口で精巧な水の球体を見かけたことだった。7歳の時に祖父からもらった天正儀とすごく似ていて、回せるのかと気になって少しだけ触れてしまったんだ。あれが心境のコアだなんて思いもしなかった。つまり天地が回った時に、これはさすがにまずいことになったと気づいたんだ。全部をあなたのせいにするわけにはいきません。私も管理不行き届きの責任がありますし。はあ、こんなことになるってもっと早く知ってたら。コアをちゃんとしまっておくべきでした。秘境の入り口？
まさかあの大きな水の球体のことか？うん。それでみんなで考えた後、新居のためにメンテナンスや補強作業をしたいってレッシグさんが言い出したんだ。でも彼一人だと手が回らないんじゃないかって心配だし、私とエウルアで手伝おうと思う。ふん、私はコレイみたいに優しい動機ってわけじゃないわ。私の仕事はあくまで彼が帰って迷惑をかけるなんてことにならないよう見張って確保することだけよ。おう、この後に及んでみんながそんな言い方を信じてくれるってエウルアは思ってるのか。こんな時はただ同意してあげるだけでいいってハンバーが言ってたけど。ああ、そのレシグさん、今日はお仕事頑張ってくれ。ああ、約束する。何にせよ、今日のランチはレッシグに作ってもらうから。うん。だが、私の腕で大丈夫だろうか。何ですって？いやいや。みんなが私の過ちを不問にしてくれることに心より感謝している。この感謝の気持ちを力に、いや、カロリーに変えて。結構。でも力をあんまり浪費しすぎないでくださいね。新境の内部は至るところが長年メンテナンスされてませんから、こと細かにチェックしてもらって。手伝ってくれる人が現れた途端、イディアのオーラが普段と違って見えるぜ。こちらの3人以外のみんなで今日は一緒に行動しましょう。他の人も呼んできますね。少し準備したらすぐ出発です。やる気満々で行っちゃったぞ。めちゃくちゃ喜んでるみたいだな。初めて一番上に立って働く人ってこんな感じかもな。これからどこに行くの？最後の部品を取りに行くのですよ。あくまで私の推測ですが、告知板に記載されている監督のところにあるのではないかと思います。軍師さんの観察眼はなかなかのものだな。監督ってどういう意味？監督というのは職業の一つですよ。確かゾシモスという方です。イディアさんが神教全体を管理しているとするなら、ゾシモスさんは舞台上の全てを管理していると言えるでしょう。だったらやっぱりイディアお姉ちゃんの方がもっとすごいね。もっとすごいイディアさんはどうして一言も発しないのですか？進んで説明してくれる人がいるので、もちろん喜んでサボらせていただいてるんですよ。急がなくてもいいのよ。彼は普段から出かけるのが嫌いで、ずっとツリーハウスに引きこもってるんです。舞台に必要な道具を作ってるのでなければ台本を書くのに夢中になってたりとか。でも彼のツリーハウスはどこにあるんでしたっけ？イディアお姉ちゃん、覚えてないの？イディアお姉ちゃんはただのマスコットなので。そちらにあるはずです。静かな場所が好きな人もいますが、その監督さんは道具を運ぶ必要があるわけですから、シアターから遠く離れたところに住むわけにはいかないでしょう。シアターの全貌がいつでも見えるところに住むことは、舞台の流れを模擬実験することにも役立ちます。私なら、そちらのツリーハウスを選ぶでしょう。でも、
シアターの方向はどうして分かったんです？あ、それは難しいことではないのです。そちらに近ければ近いほど周りの配置もより賑やかになりますので。確かにその通りですね。なんで思いつかなかったのかな。自動装置はどこに落ちたんだろう。男の俳優の等身大パネルはまだあるけど、女優の方は、ん？そこにいるのは誰だい？イディア？そう、私ですよ、ゾシモス。これがドラマチックな登場ですよ。意外だな、てっきり誰にも見つからない場所に隠れて泣いているんじゃないかと思ってた。不思議なおチビちゃんだな。君は俺の心が読めるのかい？オイラはパイモンだ。そんな不思議な能力は持ってないぞ。ただ何回も同じようなセリフを聞いただけだ。どうやらみんなからの評価は一致してるみたいだな、イディア。やっぱり最初からマスコットでいるべきでした。こういうのが道を選び間違えて人生を挫折しちゃったって状況なのかな。マスコット？君の新しいキャラかい？そんなキャラ俺は書いてないはずなんだけどな。もう私のことはいいですから、友達を紹介してあげますよ。これでわかったでしょ。それでコアホイールのパーツを持ってるんですか？一応持ってるけど、あの事故で舞台にある多くの装置に不具合が生じたんだ。それで本来の公演ができなくなって。わかったぞ。パーツを人質にオイラたちに装置の修理を手伝ってほしいって言うんだろ。いや、舞台の修理の方じゃないですか。ゾシモスさんは等身大パネルが見つからないとおっしゃっていたので、道具の修理ですよね。きっとパーツの修理だ。パーツが壊れちゃったんだよ。彼の日常業務から考えてみたらどうだ。ゾシモスさんは台本を書く必要があるわけだから、台本の修正だと思うぞ。みんな一体何を経験してきたんだい。なんで俺をそんなに悪く思ってるのか知らないけど、パーツは無傷だから、欲しければ今渡してあげるよ。ただそのみんなに公園の修復を手伝ってほしいんだ。見てくれ、これだけ多くの人が集まれば公園に開いてしまった穴を埋められるはずだ。公園？すっごく面白そう。クレー手伝いたい。みんなも一緒にやろう。実を言うと、さっきは台本のストーリーをどう続けたらいいかずっと考えてたところだったんだ。そんな時、みんなが俺の目の前に現れた。まるでインスピレーションの光が突然差し込んだかのように。ああ、どう言えばいいんだろう。君たちを見た途端、続きが書けそうだと感じたんだ。え？それって、あなたがずっと行き詰まってたあのストーリーのことですか？本当に？本当に続きを書けるんですか？本当だとも。少し時間をくれ、すぐに台本を書き上げてくるから。イディア、ここは君に任せるよ。あいつ本当に書きに行っちゃったぞ。はあ、ゾシモスはずっと
大盗賊とか魔女とかが出てくるようなストーリーを書きたかったみたいです。言い伝えをもとに物語を作ったみたいなんですが、頭の部分しか書けないままずっと煮詰まってて。みんな少し休んでてください。何か用意できるものがないか確認してみますから、監督が書き終わったらまた話し合いましょう。一人の監督として一人の作家として最も重要なのはインスピレーションだ。だから君子の三五宮さんを見かけた瞬間に新キャラクターのアイデアが浮かび上がった。ヒロインが加わったことでストーリーは完全かつ美しい流れになった。さあみんな、台本を読んでくれるかい？これから一緒に公演を完成させよう。他に何かわからないことはあるかな？ゾシモソお兄ちゃん、これってどういうもの？身をなんとか知るってところ。どれどれ。身を寄せるだな。住まわせてもらうという意味だ。これを言うときは可愛らしく言ってくれよ。へえ。ふう、これこの字も読めない。大丈夫だ。解散したら一緒にセリフを練習しような。ガイアさん、手間をかけるね。さっきから感じてたんだけど、ガイアさんは役を演じるということにかなり心得があるようだ。もしかして以前は役者でも？褒めすぎだ。ただセリフをスムーズに読めるだけさ。おっと、そうだったのか。だったらガイアさんには本当に才能があるよ。正直俺はそういう人を探し続けていたんだ。もし今後俺が有名な監督になったら、ぜひガイアさんと長期的に仕事をしたい。あ、そのためにはこれからも連絡を。はいはい、いいぞ。よかった。じゃあみんな、もう少し台本を読んで公演の細部をゆっくり味わっていてくれ。俺は舞台を見に行かなければならないから先に失礼するよ。俺に用があればエリアの真ん中に来てくれ。一番大きなシアターの中にいるから。新境のシアターか、気になるぞ。みんなは準備してるみたいだし、シアターがどんな感じか見に行こうぜ。急がなくてもいいのよ。あれ？ない。ここに置いたはずなんだけど。ゾシモス、まだ忙しいのか？ああ、君たちか。さあ、二人とも、もっと近くに来て。この舞台をよく見てくれ。俺が心を込めてデザインしたんだ。監督の仕事って舞台のデザインまで含むものなのか？俺を尊敬してくれていいぞ。ここの監督や脚本、舞台デザイン、全部俺一人がやってる。大変そうだな。イディアならきっと無理だろう。イディアも大変だよな。彼女は俺の唯一の観客なんだよ。まあ俺はよく彼女に責められてるんだけどな。いつも何を描いてるのか全然わからないとか意味がわからないって感想ばかりくれるよ。まあ俺の先生図の使い方が彼女の初心に背いたからかもしれないけど、でも確かにイディアにはいろいろと批判されてきたが、いろいろと助けてもらってもきたんだ。彼女はシアターのマネージャーのような存在かな。彼女にはすごく感謝してる。ここに入って初めて俺は真の監督になるチャンスを手に入れたから。その前は？
夢だけなら子供の頃から持ってたさ。公演を見て家に帰るときはいつも頭の中でそのストーリーを何度も何度も繰り返してたんだ。そのうちだんだん自分の願いが芽生えてきた。でも俺は手先が器用なだけだ。だからほとんどの時間は道具係と舞台セット係の仕事に明け暮れてた。自分の手でそうやって舞台を作り上げるのは確かに心躍ることだ。でも演出をしている時が一番心満たされるんだ。だから告知板に監督っていう肩書きしか書かれてなかったんだな。君やっぱり人の心を読めるんだろう。そうだ、二人にもう一つお願いしてもいいかい。この後使うはずのまとめ台本が見当たらないんだ。書き終えたばっかりじゃなかったのか。そうなんだけど、君たちの分を配った後その台本を持ったままあちこちをチェックしに行ってたから、どこかでなくしてしまったみたいだ。ここにないのなら屋根裏かもしれない。台本を書き終わった後はこことそこにしか行ってないから。でもその舞台の方はもう少し準備が必要で、ちょっと手が離せないんだ。二人にお願いしてもいいだろうか。うん、行ってくるぜ。イバラのパネル装置は問題ないはずだ。それからライトに集音機器。急がなくてもいいのよ。だけどきっと完成してる台本だよな。厚さで絞ってエンディングのとこを見てみようぜ。こんなにたくさんの台本があるけど当てはまったのは一つだけだったな。それにこの台本は比較的新しそうだからきっと書かれたばかりだぞ。ゾシモスのとこに持って行ってやろうぜ。ありがとう、本当に助かったよ。はあ、急いでたから舞台は完璧には修復できなかった。様子を見ながら進めていくしかないみたいだな。でも大事なのは舞台じゃなく公演だ。たとえ舞台に何か不具合が生じたとしても公演が続けられれば大丈夫さ。なんだかあまり自信なさげだな。わかったぞ、公演は意外性そのものだ。たとえ同じ演目でも各公演には微妙な違いがある。その違いこそがその公演を他のものとは異なる存在にさせる特色なんだ。最後にもう一つお願いがあるんだ。旅人、君は先生図に入れるだろう。実は俺の舞台は先生図で作られてる。素材で物を作ってそれを先生図の一部にしてるんだ。本来先生図は心境を作るために使われるものだから、俺のようにいろんなものを先生図にしてしまうのは本末転倒なんだけど、でもイディアは言ってくれた。もしこれが俺のやりたいことなら気乗りはしないけど受け入れるって。
初心に背いたってそういうことだったのか。で、オイラたちは何をすればいいんだ？旅人には先生図の舞台に入って公園で道具を操作してもらいたいんだ。その理由なんだけど。ああ、なるほどな。ゾシモスは今まで監督を務めながら舞台上で道具と装置を操作しないといけなかったから手が全然回らなかったんだろ。ああ、俺の能力は一人前の脚本家には到底及ばないって分かってる。ただたとえ何を描いてるのか全然分からない、意味が分からない未熟な作品でも舞台の下から自分の目で見てみたいんだ。ここまで言ってるんだし。本当にありがとう。じゃあ俺は他の人に知らせに行くよ。君たちの準備ができ次第公演を始めよう。昔々、光なき国にとある大盗賊がいた。そこに生きる人々は暗闇に苦しめられていた。世の人々は俺を…またガイアさん、集音機器の方を向いてくれ。そうしないと声が拾えないんだ。はあ、世の人々は俺を担当の大盗賊と呼ぶが、俺の善行は誰も知らない。はあ、光のないこの国で闇の中で働く奴らはますます大手を振って生きている。だが手探りで進まないといけない人たちはより惨めな生を強いられている。大盗賊が悩んでいたその時、世界に突然ある変化が起こった。流れ星が一つ空を駆けていったのだ。旅人、前の移動装置を踏んでくれ。ほう、悪くない。ほんの一瞬だったが、光は空と大地を照らした。もしもあの光を見つければ、俺は闇を照らすことができる。そうすれば人々も暗闇に苦しまずに済むだろう。大盗賊はすぐに流れ星の軌跡を追った。その星はどんどん進んでいき、さらに進んでいき。あの旅人、星がどんどん進んでいったんだけど。まさかこの危険な砂漠にたどり着くとは。流れ星が降り立ったところの地形は一変して、大きな岩がゴツゴツと折り重なっている。険しい道のりだが、彼の心は決まっていた。ここまで来た以上、引くわけにはいかない。大盗賊は砂漠の奥深くへと足を踏み入れた。そこに現れたのは流れ星ではなく、白い服を着た少女だった。おかしい、俺は流れ星の軌跡をたどってここに来たのに。そこのお嬢さん、眩しい光がどこに行ったか知らないか。少女は言った。あなたが追い求めている光はただの瓶の中の炎に過ぎません。しかし今、光は遠ざかっていきました。瓶の中の炎？ええ、その瓶も人からもらったものですが。そして
少女は大盗賊に瓶にまつわる物語を教えた。少女はかつて滝の上の王国に住んでいた。しかし王朝が転覆して政権が変わり、彼女とその一族はチリジリになって逃げていったのだ。道中の密林は濃い霧に包まれており、生い茂った茨が彼女の進む道を阻んだ。下に装置があるんだ。起動した状態で押すと茨が舞台の下に収まる。もし明かりを見つけることができれば、私はこの森を越えられる。そしたら私は生きていられる。腕や足の裏は細かな傷だらけだった。少女は痛みに耐えながらゆっくり前へと進んでいく。険しい道のりだったが、彼女の心は決まっていた。ここまで来た以上、引くわけにはいかない。目的地は近い。しかし突然、巨大な茨が目の前に現れた。少女の心を重い絶望感が襲った。もしここで私を助けてくれる人がいたなら、見返りに全てを捧げてもいい。少女の心からの願いは届いた。ちょっと待てよ、最後の茨を動かす装置がないぞ。そのイバラパネルのチェックは失念していた。ストーリーを見る限りだと、今はそのパネルを片付ければいいのか。そうなんだけど、まさか見逃してしまうとは。これは困ったな。じゃあクレイが手伝ってあげる。栄誉騎士のお姉ちゃん、ちゃんと受け取ってね。あ、やっぱりボンボン爆弾だ。少女の心からの願いは届いた。通りかかったボンボン爆弾が彼女に道を開いてくれたのだ。ありがとう、ボンボン爆弾。こうして少女は森の奥へと進めるようになった。明かりはなかったが、そこでは炎のように赤い魔女が待っていた。説明しておくと、もともとのストーリーではこの魔女が茨を燃やしてくれるはずだったんだよ。そんなことは終わってからでいいって。魔女は少女の境遇に同情し、懐に持っていた瓶を渡した。そして少女に瓶にまつわる物語を教えた。炎のように赤い魔女は活発で、遠いところを旅するのが好きだ。オアシスで休んでいた時、彼女は三日月のような湖の岸辺で綺麗な瓶を拾ったのだ。クレイ、こっちだ。早くこの明かりの前に。来た来た。炎のように赤い魔女は人の願いを叶えてくれるすごい魔女だった。彼女はその瓶もまた同じようなすごい瓶に変えた。しかし瓶が願いを叶えられるのは瓶の中でだけ。この瓶はね、おもちゃとしてはちょっと物足りないけど、身を寄せるところとしてはまあまあ合格ってところだわ。炎のように赤い魔女は瓶の中に息を吹き込んで、瓶の外でも一度だけ願いを叶えられるようにした。息を吹き込むんだよね。ふう、わあ、瓶が光った。瓶の中に炎の光が灯り、それは魔女や炎のように赤い瓶へと化した。炎のように赤い魔女は物語を語り終えると、炎のように赤い瓶を残して姿を消した。
これは願いを叶えてくれる瓶だったのね。それじゃあ私はここを出て誰にも見つからない場所に行きたい。その後は？その瓶からまるで小さな問いかけが聞こえたかのように少女は答えた。私にもわからない。瓶の中の炎が消え、少女のたった一度の願いは叶えられた。そうして彼女は誰も近寄ることのできない砂漠に送られたのだった。大盗賊はその物語を聞いて少しがっかりした。瓶は瓶の外で願いを叶える炎をすでに失っているのだ。おかしい。私の願いが叶っていたのならここは誰にも見つからない場所だったはずなのに。砂漠は確かにとても危険だが、俺は決意した。だからこそ困難を乗り越えここまでたどり着いたんだ。なら、この瓶を受け取ってください。あなたの願いを叶えてくれるかもしれない。残念ながら、願いは瓶の中に限られますが。では光をくれ。少女は大盗賊の願いを聞き入れ、瓶の中に光を出現させた。そして、二人は気づいた。それは瓶の中のものではあったが、瓶のガラスを通して世界中のどこまでも届く光だったのだ。あの炎の光とは違ってさほど眩しくはないが、これも大した光じゃないか。俺が瓶を受け取った後、お前はどうするんだ？私にもわかりません。それじゃあ俺と一緒に帰ろうか。少女に断る理由はなかった。彼女は大盗賊と共に光のない国へ帰った。彼らはそこに光をもたらし、暗闇は振り払われた。そうしてその後も幸せに暮らしたのだった。これで公演は無事に終わりだな。騎士のお姉ちゃん、クリーのさっきの演技どうだった？ホナーのように赤い魔女ぽかった？おお、クリー魔女の衣装だったのか。さっき影を見たとき帽子のつばが広くてすごく可愛いって思ってたぞ。クリーも気に入ったや。ありがとう、ゾシマスお兄ちゃん。あ、違う違う、監督のお兄ちゃん。監督のお兄ちゃん。ああ、そんな風に呼ばれるのは初めてだ。ありがとう、本当にありがとう、親愛なる小さな魔女さん。すごく嬉しいよ。イディアお姉ちゃんが言ってたよ。デザインを描いて服を作ったのはお兄ちゃんなんだってね。イディアお姉ちゃんがお直ししてくれて、クレーも着られるようになったもん。だから監督のお兄ちゃんはすごいよ。それは確かにすごいな。イディアも偉いぞ。大したことじゃないですよ。あ、どうしよう、王子様の舞踏会に行くのに綺麗な服がないみたいな状況でしか使えない技ですし。仕立ても一つの技術です。イディアさんはご自分が思っているよりもすごいですよ。本当ですか？ちょっとお先に失礼します。みんなは話を続けてくださいね。イディア、すごく緊張してたな。恥ずかしそうに逃げてったぞ。本当にテレ屋さんだな。イディアは繊細で自信が足りないやつなんだよ。あいつ感情が高ぶりすぎてどこかに隠れて泣いたりなんかしてないだろうな。ちょっと心配だ。心配ありません。私がイディアさんのお相手をしてきますね。それでは皆さん
少しの間失礼いたします。そうだ、今回の公演はどうだった？何か感想とかないか？お、来たぞ来たぞ。なあ、本当にオイラたちの感想を聞きたいのか？もちろん、俺は自信を持って聞いてるんだ。思ってることを率直に言ってくれ。どんな批判でも受け入れてみせるさ。じゃあオイラから。最初のセリフはどれも悪くなかったけど、ストーリーが進めば進むほどどんどんありきたりになってきて、なんかネタ切れかなって感じだったぞ。それに登場人物もちょっと意味不明で、なんでこういう編成になったのかわからなかった。やっとその深みが少し見えてきたってところで、いきなりぶっつり終わっちゃうんだもんな。そうそう、パイモンさん、よくぞ言ってくれました。千夜物語の構成に敬意を払いたいがために、かえって叙述が乱れてしまっていたのも、道具の処理を忘れていたのも減点対象ですよ。イディアお姉ちゃん、他のところに行ったんじゃなかったの？大事な話題になったのを聞きつけて、潮の満ち引きのように戻ってきたんです。わざわざ批評しに来てくれるとは、本当にご苦労様だね。はい、でもストーリーの結末は良かったです。それだけはとても気に入りましたよ。それだけですけど。そうですか？この程度優しすぎると思いますけど。イディアさん、ちょっといいですか？あ、はい、すみません、ちょっと失礼します。みんな批評続けてくれていいですよ。あとはパイモンさんに任せますね。おお、それじゃあもう一つアドバイスをしてもいいか？どうぞ。監督たるもの、こういうことも経験しないとね。オイラ、あの結末にはやっぱり違和感を覚えるぞ。物語の中で少女の考え方が単純すぎるんだ。あんな状況じゃどう考えても私にも分かりませんなんて言えないだろう。よく考えてみろよ。彼女の一族はまだ放浪してるのに、自分一人の幸せを追い求めるなんておかしすぎるだろ。大丈夫さ、批判を集めてこそ上達できるんだ。今回は舞台の下から見ることができてすごく勉強になった。本当に夢が叶ったよ。お前は本当に前向きだな。全くショックを受けてないように見えるけど。全くショックを受けてないわけでもないさ。でも君たちの言ってることは本当のことだし、俺も問題に気づかせてもらった。おいらふと思い出したけど、この台本って急いで完成させたんだよな。うん、やっぱりオイラとイディアが厳しすぎだったか？大丈夫だよ。俺にとって舞台上での過程は何よりも大事なことなんだ。おとぎ話を夢見る子供時代っていうのは誰にでもあるものだろ。オイルランプと向かい合って人形を手に、自分で作った紙人形と戦わせるんだ。影が壁に揺らめいて、いくら遊んでも飽きなかった。昔ベッドに横になりながらガオーなんてオノマトペを口にしてた男の子と今の俺、いや俺たちは同じ人間で、得る喜びも本質的には同じなんだ。もちろん公演が無事に終わったのはみんなのおかげだ。監督としてみんなにちゃんとお礼を言わないとね。気にするな、オイラたちも楽しかったしな。これを受け取ってくれ。みんなに約束したパーツだよ。さっき公演で使った瓶だ。クレイが息を吹き込んだら光ったんだよ。そうとも、光る秘密を当ててみないかい？中に見えない小さな精霊さんが住んでるもん。息を吹き込むと精霊が目を開けるんだよ。そう、その通りさ。これならどうかな。
ここはもうちょっと閉めないと。ちょっと待ってくださいね。すぐできますから。へえ、この服思ってたよりずっと洒落てるじゃないか。皆さんちょっといいですか。特にゾシモスさん、あなたの夢を一時的に叶えてあげるとイディアさんが。夢を？あなたの監督への夢を一番最初に聞いた人として、イディアさんは役立たずの私でも何かできるかもしれませんとおっしゃったんです。まあこれにはあまり同意できませんが、私は最初からイディアさんが役立たずだなんて思っていませんでしたから。なんで私のことを話し始めるんです？さてさてみんな、準備はいいですか？それでは早速、今日の舞台のヒーローの登場です！じゃじゃーん！うわぁ！わぁ！海洋兄ちゃん、本当に大盗賊だ！衣装に着替えた主役を見るだけで、本当に監督が喜んでくれるのか？ただのサンプル衣装だぞ。喜びっていうのはそう簡単なもんじゃないぜ。そんなことをおっしゃらないでください。きっと監督も喜んでくれますよ。自分の作品にふさわしい役者が現れて作品を本物にしてくれるんです。とてもいいことではありませんか。ヒロインがここまで言うなら、ヒーローの俺も些細なことは気にしていられないな。ゾシモスは衣装をたくさんデザインしていくつかサンプルを作りました。ただサイズがちょっと合ってなかったんで、私が直してみたんです。みんなが心に思うヒーローのイメージに合ってるといいんですけど。すごく合ってるよイディア。俺は本当に幸せ者だ。みんなありがとう。監督になるのってこんなに幸福なことだったんだね。どうだ監督、落ち着いたか？ああ、本当にありがとうイーティア。もう社交辞令はいいですから。パーツも揃ったことですし、監督とはそろそろお別れです。ベルーリア・ミラージュのコアがあるところへ行って心境を再び運行させましょう。クレ、この服を着たまま行っていい？もちろん。この2着の舞台衣装は2人に預けるのが一番いい。よかった。じゃあガイアお兄ちゃんも着てて。すっごく素敵だから。私も魔女さんに賛成です。ここで一風変わったヒーローを演じてみるのもとても貴重な夏の思い出になると思いますよ。確かにな。それじゃあしばらくは大盗賊として活動するとしよう。監督のゾシモスお兄ちゃん、またね。愛する友人たちよ、気をつけて。これから君たちは心境のコアを元通りにするんだろう。健闘を祈ってるよ。ここでみんなに出会えたことを本当に光栄に思ってる。君たちは俺の最初の劇団メンバーだ。本当にありがとう。君たちがくれた全てに感謝してるよ。へっ、よし。あ、エウルアもコレイも、もう戻ってきてたんだな。ねえ、そちらの公演が終わる頃、しずくちゃんからイディアさんのメッセージを受け取ったから、先にここでみんなを待ってたの。じゃあレッシグさんは？レッシグさんは力仕事を全部引き受けてくれたんだ。力尽きて今は部屋でぐっすり寝てるよ。なんか申し訳ないですね。全ては償いだと思えばいいわ。終わらせないと彼も安心して眠れないってこと。
もともとそうすべきことでもあるんだから、彼のことは気にしなくていいのよ。そうですか。それじゃあ私たちは急いでベルーリア・ミラージュのコアを修復しましょう。ここってオイラたちがしずくちゃんに初めて会った場所じゃないか。そうですよ。ベルーリア・ミラージュのコアは一番大きな周流映写塔であり、そして神境全体が一番大きな先生図なんです。私たちが見た全てはこれが生成したものってことか。本当に不思議だな。前と同じようにコアの先生図を使ってこれを修復すればいいんだよな。はい、その通りです。パイモンさんは理解が早いですね。えひひ、これだけ何度も修復すれば覚えちゃうもんだって。それじゃあ始めましょうか。これが最後のステップです。おう、なんだか急にやる気が湧いてきたぜ。ホイール自体がパーツで構成されていますから、パーツを台座の上に置いて元の形に組み合わせるといいと思います。え、でもオイラたち元の形を見たことないんだぞ。大丈夫、多少ずれててもいけると思います。回転さえしてくれれば何でもいいですよ。きっとうまくいくはずです。お前、適当な時は本当に適当だよな。私の記憶によると右側に小さな丸いものがあったような。もしかしたらこのキャンディー箱ではないでしょうか。栄誉騎士のお姉ちゃん、なんだかパズルゲームをやってるみたい。この影を落としてるのは縄か。縄は何かに引っ掛けた後何かにつながれてるような気がするが。あ、これってゾシモスの瓶の明かりですよね。これを構造的に空きのあるところに適当に突っ込みましょう。右側とかどうです？回転できるものって水車とかでいいのか。修復が終わればここから出られるはずね。悪くない芽が出たわ。今日も引き続きサボりましょう。成功したぞ。でもホイールは回らなかった。パーツは神境のコアに戻りましたし、ホイールの形もこれで修復されました。だから全部問題なしですよ。傷が徐々に癒えていくのと同じで、もしかしたらいつかの真夜中に突然コアホイールはそっと回り始めるのかもしれませんね。ほう、イディアなら今すぐ動かせるもんだと思ってたんだがな。それは、神境の元の姿もイディアさんが隠している美しい姿もどちらもとても楽しみですね。
クレイもイディアお姉ちゃんが魔法を使うところを見てみたい。きっとすっごいんでしょ。お前たち何言ってるんだ。なんでクレイまで知ってる風なんだよ。つまりマスコットの正体よ。だから前にも言ったでしょ、イディアさんは決してご自分が思っているような存在ではないと。イディアさんにはイディアさんだけの特殊な力がある。うすうす気づいていた人もいたようですね。軍師さんは最初から気づいてたのか。私はエウルアと話してる時に気づいたんだ。一見のんびりしてるように見える軍師のお嬢さんが真相に気づいた最初の人ってことか。君もよく知ってそうじゃない。みんな全部知ってるんですか。誓ってわざとみんなに隠そうとしたんじゃありません。ただ心境に迷い込んだ旅者にとっては今の姿の方が本来の姿より親しみやすいでしょ。あ、私怯えた目で見られたくないんです。え、一体何なんだよ。みんななんでわかったんだ。そうですね、神教の住民たちは神の目を持っていないはずですが、彼らからは水元素の力を感じました。小説を読んでぼーっとしていたらふとある可能性を思いついたんです。水系元霊は様々な姿に変身できる。ならきっと普通の人間の姿にも変身できますよね。本当に鋭いですね。では改めて自己紹介をさせてください。私は先代の水神が亡くなった時ここに流されてきた純粋精霊イディアです。イディアお姉ちゃんすっごく綺麗。いきなり本来の姿で話すのってちょっと恥ずかしいですね。こんな美しい姿なんだから自信を持って人に見せられるじゃない。私にそんな勇気はありませんから。え、それじゃ今まで会った人たちって。要するに水系住民の原型となった人々はもうここにはいないんだろう。はい、彼らがここを出たくなったら私は彼らを砂漠の果てまで送るんです。実はこのパーツも彼らが残してくれたプレゼントでした。でも彼らがここに入ってくる理由がとても気になって、だから私は終流映写塔を使って彼らの願いを具現化したんです。願いを叶えられるのは瓶の中でだけ。そういうことです。本当に眩しい光だな。ということは神教のコアから外れた部品は持ち主の元に戻ったわけではなかったのですね。部品の落ちた位置に関係している持ち主とエリアが具現化されたということなのでしょう。でも今パーツは全部回収しちゃったよな。もしかして彼らも。安心してください、彼らは消えませんよ。私が覚えている限りは。批評し合っても一緒にはしゃいでもいい。この元凶の中で彼らは永遠に私の友達なんです。ビュンビュン爆速車も監督のお兄ちゃんもすっごく面白かった。クレイは忘れないよ。私もだ。この不思議な冒険のことは絶対忘れないよ。さてと、じゃあそろそろホイールを再び回しますね。任せたよ、水みたいに優しいマスコットさん。ドキドキするぞ。まさか反応がないなんて。
もしかしてこの前心境が故障したせいで力が足りないのかもしれません。やっちゃいました。さっきみんなにチヤホヤされたそばから私もずうずうしく大口を叩いちゃいましたし、身を隠せる美をください。百年隠れておきます。お前はすでに瓶の中なんだけどな。どうしよう、これじゃみんなに心境の本来の姿を見せることなんてできっこありません。いえ、私に策があります。軍師さん、イディアさん、もしよかったら心境のコアにある神道玉光を貸してくれませんか？その名前聞き覚えがありますね。ちょっと待ってくださいね。ほら、これでしょ。わあ、すごく大きな貝殻。ココミが言ってた古代の祭器はここに隠されてたのか。ええ、これはかつて蒙雲神社に祀られていた祭器で、神という妖怪の残骸で作られています。行き来する祈願者の願いを聞いて神気を貯めるんです。数百年前、最後の癒し織盛がこれを持ったまま戦いへと身を投じましたが、ついに戻らず、この祭器も失われていました。対になっている宝珠は玉光のあり場所を感知できるはずでしたが、玉光が神境のコアに隠されてしまうと宝珠も輝きを失ってしまいました。え、どうして？もし奥の方の部屋に音を閉じ込めたら、外からは聞こえなくなるだろう。あ、クレイ、わかった。この貝殻は遊び盛りで、だから反省室に閉じ込められちゃったんだね。私もわかりました。最近は神経のコアが老朽化してました。だから軍師さんは宝珠を手にここまでたどり着けたんですね。本題に戻りますね。本来神社に奉納されなくなれば、この祭器はすぐに霊気を失ってしまうはずでした。しかしこの神境の中では、数えきれないほどの人々が自分の願いや贈り物を残した。それらがこの祭器の供物となっていたのです。これってそんなにすごいものなんですか？はい、きっとイディアさんが神経を修復するのを手伝ってくれますよ。でも私はどうすれば？簡単ですよ。願いでこれを呼び覚ませばいいのです。例えば、私は三五宮ここみ、渡積島の荒人神の巫女です。私の願いは、自分の思考や判断を通して渡積島の皆さんや私の大切な人たちがもっともっと幸せに暮らせるようになることです。イリアさん、あなたの願いは何ですか？私の願い、私の願いはベルーリア・ミラージュにやってきた旅の人たちが、神境の中だけでなく神境の外でも本当に叶えたい願いを叶えられますようにってことです。私は知ってます。神境の外で猛スピードで走る乗り物のレールを敷くなんていうのは馬鹿げた考えに過ぎないってことも、メーモムは結局帰って学者を続けていくんだろうってことも、ゾシモスの執筆レベルにはまだまだ改善の余地があるし、フォンテーヌに戻ったら絶対にいろいろと苦労するのも分かってます。夢を追うのはそう簡単なことじゃないんです。それでも私は彼らの願いが叶うことを心から願ってます。あ、
この夢と願いの力を存分に使ってください。されたからって調子に乗って一気に恥ずかしいことをいっぱい言っちゃいました。私生きていく勇気がなくなっちゃいましたよ。そんなことを言わないでください。とても素晴らしい願いですよ。そう、イディアさんは自分のためじゃなく他の人のために願い事をしたんだ。私の友達の中にもそういう人がいるんだ。他の人の願いのために行動し、人の笑顔のためにたゆまぬ努力を続ける人、そういうことをできるのが一番高潔なんだと思う。それ以上褒めないでください。私本当に慣れてないんです。恥ずかしすぎます。私のようなものもこんなにたくさんの人に褒めてもらえるなんて、まるで夢みたいです。でもこれで心境もやっと元通りね。あいつの借りもちゃんと返せたってことかしら。どうしたんだいクレイ。クレイ、突然いっぱい願いができちゃった。ビョンビョン爆速車に乗りたい。それに大きな輪っかの上に行ってみたいな。イディアお姉ちゃん、あそこに行く方法はある？方法はありますけど、全員は乗れませんよ。クレイが一人で行っても面白くないよ。栄誉騎士のお姉ちゃん。本当か？あれ、結構高そうに見えるけど。うっかり落ちてしまったらどうするんだ？おいらはお前のことを心配してるんだよ。大丈夫、私も一緒に行きますよ。あっちに行くのも久しぶりです。お姉ちゃん、
次はガユお兄ちゃんたちにも乗ってもらおう。いいですよ。みんなを神郷から送り出した後はいつも一人でここに来るんです。神郷でいろんなものを作り出せて、みんな最初はとても嬉しそうでした。でもそれらを外に持ち出せないって分かった途端、彼らは悩んでしまって、惜しそうな顔や悔しそうな顔で帰っていくんです。イディアお姉ちゃんは悲しい？たまに寂しく感じることもありますが、悲しくはありませんよ。神郷を離れるとき、自分が作ったものを全部壊してしまう人もいます。でもそうじゃない人もいる。例えばあなたたちが見たあの住民たちのように、彼らは神郷を離れるとき私に頼みました。水系元霊に自分を模倣してもらって神郷にある創造物を維持してほしいって。まるで彼らの夢を見守るみたいにです。なんだかロマンチックだな。でしょ？彼らが外で元気に過ごしてるのかどうかは分かりません。でも彼らは夢を叶えてこの心境にいるような自分になれたかもしれないと思うと、私はとても嬉しいんです。まるで夢の終着駅で彼らを待ってるみたいに思えて。え？そうですか。私はただ、すべての夢や願いは瓶の中にある光のようだと思ってるんです。夢を追い求める途中だろうと、すでに夢を叶えていようと、自分だけのこの光を思い出した時に笑顔でいられるのなら、それだけでいいんです。クレイは今、とっても楽しいよ。それじゃあ、私もアリスさんに恩返しできたって言えますかね。砂漠ってとこはどうしたって汚い泥のスープみたいな場所ですけど。そんなこと言うんだったら泥水精霊ってあだ名で呼んでやる。ヒイディアは泥水精霊だ。よくも私を笑ってくれましたね。ぱっくり飲み込んでやりますから。みんなに恥ずかしいところを見せてしまいましたが、運行を再開した心境はますます賑やかになっていきますから、みんなゆっくり休んでいってくださいね。うん、クレーみんなで集まりたい。みんなで一緒にビュンビュン爆速車に乗ろう。どの目が出るかね。アール村から出発するならキャラバンシク駅とパルディスティアイを通れば、遠回りだけどスメールシティに行けるよ。なるほどね。途中で何か買いたいものはあるか？好きなお土産を買おうといいよ。私が運ぶから、手に持てる限りどんなに重くても問題ないさ。そんなに送る相手がいないでしょ。ママにアルベドお兄ちゃん、金団長、レザー、それからリオナお姉ちゃんにモナお姉ちゃん、フィッシュルお姉ちゃんでしょ。なんで私を見るわけ？いやいや、なんでもないよ。クレイはみんなにどんなお土産を買いたい？夕暮れの実の味のキャンディ、それとキノコみたいに大きな帽子、あとねみんなにいっぱい物語の本を買って行ってあげたい。でもママへのお土産はまだ決めてない。大丈夫よ、歩きながら見ましょう。お姉ちゃんたちも手伝うわ。うん、ありがとうお姉ちゃんたち。
産後の宮さんは貝を持ち帰らないのか？イディアさんのところに預けておく方がいいと思いますから。今の渡積島には新たな宝物がありますし、それに人々の願いも少しずつ叶えられるようになってきました。ですから貝にはこの瓶の中にある神経を守ってもらって、通りかかった旅の人たちの夢に寄り添ってもらう方がいいと思うんです。